あいうえおへい。はい、おはようございます。なんとなんとなんと、おすすめ寄生虫でございます。皆さん戻ってきたはいいですけど、続行でございます。だよね、予想通りでございますよ。あみほちゃん、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリーン、意味なくねーって感じだよね。そんなことあんの、わかんない。なんなんだろうね、よくわかんない、私も。一応運営さんにはメール送っといたけどね、おすすめ欄に表示はされてないっしょ。されてない。寄生虫は寄生虫です。またその言い争いになるのかな。アバロスのママありがとう。茶爆チャリンチャリン。みんなちょっとアイテム投げてくんな、アイテム何でもいいからさ。ちょっと少なくなっちゃったわ、一気に。りょうちゃんありがとう。チャリンチャリン、無料でいいんで投げてください、無料で。ん ?4 番目?だからされてないっつってんのに。出てないよ。寄生虫は寄生虫。入った?本当に?またそうやって騙されるんでしょ?入ってないよ、入ってない。いない。いません。見てみればわかるでしょ、ほら。いません。規制が取れたら赤字がなんつうのかな、消えるんでね。私が一番最初にわかる。まあおすすめにポーンって急に規制解けたポーンって出てくる場合もあるけどね。あ、お茶ばっかありがとう。チャリンチャリーン、ポップコーンちゃんありがとう。いや、そんなんはどうでもいいんすよ。無料アイテム投げてつってんじゃないの。そんなんはいいっつって、必死なのこっちも。一週間。おまんま食えなくなるよ、マジで。あ、ヒカルちゃんありがとうね、お茶爆。チャリンチャリン。ニコマルちゃんも帰り、リンちゃんもありがとう。チャリンチャリン。これ、コイン、あ、コインはあるか。コインはあるから配信できるかね。ゆかえちゃんもありがとう。チャリンチャリン。いや。サポートしてる人は出るよ。パピコちゃん、ビビアンちゃんありがとう。ちょまく、チャリンチャリン。ありがとう。ゆかちゃんもチャリンチャリン。サポートとフォロー、通知を取ってる人は出るからね。
まあ、溶けたら溶けたって私が言うわ。ひなちゃんありがとう、自爆2連発。チャリンチャリン。ひなちゃんありがとう、爆投げ。チャリンチャリン。M フォンとってひなちゃんありがとう、チャリンチャリン。みーたろうちゃんもいのしかちょちゃんもチャリンチャリン、ありがとう、爆投げ。ひなちゃん、チョロンちゃん、チャリンチャリン。ひなちゃんありがとう、チャリンチャリン。ひなちゃんありがとう、爆投げ、チャリンチャリン。ひなちゃんありがとう、チャリンチャリン。まあ今日はこういう日ですよ。ややこちゃんね、チャリンチャリン、ありがとう。ひなちゃん、はるみちゃんありがとう、チャリンチャリン。ルビーちゃんもありがとう、チャリンチャリン。なんでバンになったか話してほしい。もうみんな知ってるのによく聞くよね。はるちゃん、えみちゃんね、チャリンチャリン。マロンちゃん、チャリンチャリン。逆に知らない人いるの？噂に噂を呼んでんね。そんな噂になってない？えみちゃん、チャリンチャリン。お茶ばかりありがとう。えみちゃん、ありがとう、チャリンチャリン。セリモちゃんもありがとう、チャリンチャリン。金玉のチンポコを出したん。まあでもさ、まだ規制かかってるからその話してもね、なんかほら、やっぱりほら、なんつうの、その反省してないとかさ、そういうのが見えないとね、話すっていうのはあんまりよろしくないな。たかこちゃん、お茶ばかりありがとう、チャリンチャリン。そういうもんじゃないね、それを面白おかしく話してもね、ちょっとね、いつ解けるかわかんないんで、本当に。写真があるのな、何の写真？えみちゃん、お茶ばかりありがとう、チャリンチャリン。一応ね、追加数の方は昨日ね、連絡は取れなかったんで、晩中はさ、もうログインもできないね、コメントも打てないんで、昨日メールを送ったわけ。まあ、一週間ね、晩になりましたけど、って。でも、まあ、ツイキャスやらせてくださいみたいな内容ね。うん。そういうのを送っといた。ピロピちゃん、お茶ばかりがとう、チャリンチャリン。うん。ただ、それを見るのが いつになるかだよね。もしかしたらもう、このまんま永久に解けないかもしんない、本当に。最近もずーっと警告ばっかり来てたからツイキャスね。うん。そうなんで、もうずーっと連チャンで来てたからさ。え、みちちゃん、お茶ばっかりありがとう、チャリンチャリン。明日も頑張りますね。うん。だって前日は、なんだっけ、警察のやつか。成人式の配信をして、まあちょっとね。おばちゃんと揉めてって、それも、なんつうのかな、警告が来たからさ。そうなんですよ。だから2連チャンで私警告来てたんだよね、あの日。うん。ちいちいちゃん、お茶ばかりありがとう。チャリンチャリン。いや、誰のせいとかじゃなくて、でも規制がかかるってそういうことじゃん。いや、今回は長いと思うよ。下手すりゃ永久おすすめ規制かもしんないね。いつ解けるかわからないぞ、本当に。今回はね。一週間どこに行ってたの？それも知らないの？もうそういう人にさ、教えてもね、ついてこないんだもんだって。ついてくる人は、どこでもついてくる人、はっきり言ってね。そりゃそうじゃない？だって調べることをしないんだからさ、私に興味ないってことでしょ？一週間いないのにどうしたんだろうと思ってんのに、YouTube でやってること知らないんだからさ。だろ？ゆうきちゃん、お茶爆500ありがとう。チャリンチャリンチャリン。よし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 。ありがとう。そういう人は来なくていいんだから、そういうこと言わないの。リスナーさん乗ってね、私はジョークで言ってんだよね。新規なんか入ってくるわけないじゃん、だって。おすすめ乗ってないんだから。
YouTube 楽しかった。まあ、どっちでも変わんないっしょ。ただバックグラができるかできないかの差じゃない？どう思う？あんまり変わんないだろ、どっちでも。あ、ベータちゃんありがとうね。チャリンチャリン。あ、でもそんなこと言っちゃダメなんだ。違う、ちょ、やっぱツイートするよね。ごめんね。運営さん。運営さんごめんなさい。今見てると思うけどね。うん、やっぱりそうだよねっていうことを言わないとね。そうそう。もしかしたら見てるかもしんないね。いや、反省してますよ。みんなごめんなさいね。ゆうこちゃん、ねねちゃん、ありがとう。チャリンチャリン。でも、運営さんに謝るっつうか、リスナーさんには謝りますよ。いや、そういう方もダメだ。やっぱ心配をしたりとかね。一週間ね、楽しみにしてた人が見れなかったりとか。まあ一番に謝るところはリスナーさんかなっていうね。でも謝んないけどね。言葉では言わないけど通じてるでしょ。こらこら。あ、ブーちゃんお茶ばっかりありがとう。ももなちゃんもね、チャリンチャリン。キャラじゃないや、そんなんさ。ね、私のキャラじゃないじゃん、はっきり言ってさ。そういうキャラじゃないしよ。なんかちょっと生意気なおじさんっていう感じのイメージやん。今回の番は納得は私はしてます。今回はなんつうのかな、私が悪いと本当思ってる。だって出ちゃったの、写真で私のあれが。そりゃ悪いよね。そりゃポロリしちゃったんだかな。それで規制食らわなかったら逆にびっくりだよね。そう、ブツが出ちゃったんだかな。結構ね、あのね、ツイキャストってやっぱりね、性的な配信は厳しいんで、一番厳しいのが性的な配信だと思うんですよ。その性的な配信でもう永久におすすめ規制とか A 版になってる人多いんでね。一番気をつけるとこはそこだよね。性的な配信。まあ、性に生きてるけどね。私毎日性をいただいて生きてるけど、そっちの性じゃなくてね。あっちの性ね。そう、ポロリンコ。みんな見たの。でもね、あの瞬間ね、私もやべえなと思ってたんだけど、シカトしてたんだよね。もろ、ここに出てたの知ってたの、実はね。ただ、それを大騒ぎするとまた通報とかされるかなと思ってね。そうなんだよ。で、みんなも知らんぷりしてたんだよね。で、私も知らんぷりしてたんだけど、やっぱ通報されてたんだよ。で、放送終わった後もドキドキでね、そんなにすぐに規制はかかんなかったわけよ、その画像で。で、ドキドキしてたら30分後ぐらいに、30分後かな。すぐかかっちゃったんだよね。うちも知らんぷりしてたんでしょ。私もしれっとしてたんだよ。みたいに、もうなんかさ、違う話したりとかさ、なんか話をごまかそうとしてね。でワンチャンそうなんで、こんなちっちゃい画像なんか見えてないかなーとか思いつつね、録画も確認したんだけど、やっぱ見え、ちょっとチラッと見えてんなーとかね。リスナーに気を使わせんなってあなた誰？あなた誰ですか？まあ、でもちょっとね。溶けるまではやった方がいいよね。上でまた YouTube。あ、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。そうだよね。溶けるまではやった方がいいよね、こっちでね。上でまた YouTube とかに行っちゃったらさ、溶けるの長くなりそうじゃない？おすすめ規制。まあ、バンの最中は、配信ができないからしょうがないけど、ここは今はおすすめ規制中だからね。配信自体はできるんだよ。おすすめに載ってないだけだから。溶けるまではやった方が私はいいかな。友蔵ちゃんね、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。
だからね、いつ何事が起きるかわかんないから、もうすぐね、収益の申請をしました、私。溶けてから一番最初にしたことは、お金の振り込みの申請をしたことだよ。やべえな、と思ってね。本当に。寄生虫でもこの絶乱はっつっても YouTube でもこんぐらいいたよね。ツイキャスもっといてほしいぐらいになっと2000人ぐらい。YouTube と変わんないよ。YouTube も同じだよね。いたよね、5000人。常に5000人ぐらいいたよね。だから、あれだよね。みんなあれだよね。ディープなのがやっぱ多いんだよね。ディープな、ね、モンジュリ層が多いってこと。でもね、YouTube も、ただやってるだけじゃなくて目標は達成したんでね。まず一つ。で、この一週間何をしてたかっていうと、YouTube で、ちゃんと、まあ、一日休んじゃったけどね。もこりりちゃんお茶ばかりがと、よしよしよし。まずチャンネル登録者数が1週間で、9000人増えました。YouTube の方ね。すごいよ。1日でね、視聴回数もね、リコピンちゃんお茶ばっかりありがとう。視聴回数もですね、550% かな。確か。581% 増加しましたと。ね。だからまあ、ただなんとなくやってんじゃなくて、まあ成果は出せたかなって、規制ね、番中だけど、YouTube に行ったのは、まあ損はないかなってね。やれることはできたかなってな。自分なりに。ねえ。500% アップってすごいよね、結構ね。そうそう、有効にね。あら、ヨギママいるじゃない、ヨギママ。ヨギママちゃん。ヨギママもあれかな、そわそわしてたのかな。昨日なんかね、ヨギママから LINE も入ってたんでね、なんかなんか長文のね、8行ぐらいの LINE が来てたんだけど、半分以上見ないで返信をしました。バンになった時も大丈夫ってね、声をかけてきてくれたのは、ね、配信者ではヨギママと石川のりゆきさんだけ。その二人だけです。ね、LINE をくれたら大丈夫ってなんで、ね、かかっちゃったのみたいなね。優しい。その二人だけです。まあ、直樹兄さんとかもほら、通販とかで会うからさ、まあ、話はするじゃん。そう。あのね、石川さんとかはね、結構毎回ね、なんかほら、規制食らうとどうしたのってね。何があったのって。で、こういう理由ですって書くと、ああ、そうか、みたいなね。まあ、頑張ってよ、みたいなさ。お互い頑張りましょうっていつも LINE をくれるんだよ。結構優しいよ。優しい優しい。やっぱ先輩って感じ、頼れる先輩って感じ。あ、ありがとう、お茶爆。ゆうちゃんって読むのかな？ゆうちゃん、チャリン、チャリーン。怖そうで優しい。怖くはないんじゃない？ただ、配信中は怖いけどね。ターシーちゃん、お茶爆ありがとう。チャリン、チャリーン。いや、相談する先輩ってなかなかいないじゃん。そういう時ってさ。じゃない？誰に相談するかって言ったらさ、私少ないじゃん。ねえ。配信者でね。ねえ、ヤミーかなんかに相談しても、ええー、とか、はーとか言うし、ねえ。
わははとか言うじゃん、あの人な。直樹兄さんはね、違うんだよな、またな。直樹兄さんはなんかパートナーって感じ。先輩とか、まあ、先輩だけどね、全然先輩だけど、めちゃくちゃ先輩だけど、あの人に十何年やってるけど、先輩って感じないのかな。これこれさ、また違う。ツイキャスメインっていうかさ、あ、いたいたこちゃんありがとう。チャリンチャリン、ひいこちゃんもチャリンチャリンって。ありがとう。寝落ちちゃんもありがとう。チャリンチャリン。ふぅ。でもこれはツイキャスっぽいよね。この名前が出てくるのがね。奈々ちゃん、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。こうやってさ、ツイキャスでやってる人の名前が出てくる人っていうのが、ツイキャスの特徴だよね。YouTube だと、YouTuber の名前が出てきたからね。ゆらちゃん、みけちゃんありがとう。チャリンチャリン。ありがとう、茶爆。マカロンちゃんもチャリンチャリン。そういうさ、ほら、ツイキャス主の名前、誰々はとかさ、なんとかはとか出てくるじゃん。でしょ？YouTube だと、ヒカキンとか、はじめしゃちょーとかね。あと、なんだっけ。YouTuber の名前が出てこんのよ。その、なんつうの、場所の。ふわっちとか行けば、ふわっちの配信者の名前がいっぱい出てくるでしょ。そういうことよ。なんか、新鮮だよね。なんかすごい新鮮な感じ。そのツイキャス主の話もさ、そんなにしなかったもんね、あっちだとね。そうなんですよ。あんまりツイキャスの話してなかったね。 YouTube とツイキャスどっちがいい？もちろんね、いつも一緒でーす。ツイキャスいつもね、365日ツイキャスでーす。これね、一緒にお昼寝してます、このクッションで。毎日毎日このクッションでお昼寝をしてます。365日ツイキャスでーす。ね、かわいいよね、この鳥みたいの。昨日焼き鳥食べたけどね。昨日焼き鳥食べたけどさ、でも昨日のね、 YouTube の方で焼き鳥を作る配信したんだけど、今日にかけての企画だったん、実はね。まことちゃん、お茶ばかりありがとう。チャリンチャリン。焼き鳥を焼くって、鳥を焼くってことでね、今日戻ってくることを想定して、昨日焼き鳥の料理配信を作ったの。ほんとほんと。あ、うまっけちゃんありがとう。チャリンチャリン。嘘つきじゃないし。これさ、あれが出てこないな。ちょっと待ってね。またあれだね。ちょっとコメント欄がラグってんね。あ、まことちゃん、まっけちゃんありがとうね。チャリンチャリーン。無料ポイントを余ってる人投げてよ。ちょっと。なんで投げてっていうかわかる？この寄生虫はすごい大事なんですよね。なぜ、ね、張り切ってるかわかる？MP が上がると、ランキングに乗るんだよ。ランキングに、おすすめ寄生虫でもランキングには乗るかな。そこから、あーってね、やってるって言って来る人もいるんですよね。そういうこと。そのランキングにパッとね、藤沢奈々もんじょりっていうのが出るからさ、ね。そう。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。マイ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 。
でもなんか一週間早かったな。アンナちゃん、チャリンチャリン、早いようで遅かったかな。みーちゃんもね、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。キーちゃん、ミラクちゃんね、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。いや、今日はね、本当はペヤングをやる予定だったんだよ。ただ、やるべきじゃないかなってね。どう思います？この状態でやるべきじゃないよね。インパクトないよね。あっちゃんね、お茶ばかりがとう。チャリンチャリーン。あんなちゃん、チャリンチャリーン。だってペヤングをやるってことは、もろ閲覧目的でしょ？いろんな人に見られるためにペヤングをやるんじゃん。はっきり言ってね。そうじゃん、無理して。あんな激辛ね、みんな食ってるけど、そりゃそうじゃん。考えすぎって何？何考えすぎって。あ、ゆかれちゃんありがとうね。お茶まく、チャリンチャリン。じゃあ何すんのって、ちょっと初日にそんなアクセル踏ませる私に。事故っちゃうよ、また。あっちゃんありがとう。チャリンチャリン。じゃない？ここでまた張り切ってね、がむしゃらにやっちゃったらまたね、規制食らう可能性もあんだよ。ね、ダメ。焦りは禁物。あ、でんこちゃんね、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。うん。じゃあね、今日ね、水曜日だし、やるよ、ペヤングはやるけど、ちょっと様子見だっつってんだよ。しつけーな、ガチャガチャうるせーな。だったら YouTube でやった方がいいんだけど。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっとね。悪い人がいるわ。心の中にもう一人私がいるわ。ちょっと悪い人がね、ごめんなさい。言っちゃった。うん。いや、私だっていろいろ考えてんだよ。ね？みんなはやれ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 でさ、そうやってさ、朝からガチャガチャ言うけどね、私のプランニングもあるんで、ちゃんとね。どうして今日やんないかとか、なぜね、違う日にやるのかっていう理由があるのよ。ね？いろんな意味で、遠い目で私は見てるの。今日、明日のことじゃなくてね。うん。で今日は何すんのじゃないよ。別に、ね、何もしなくてもいいんじゃないんだって。復活したい。一日復活しましたよってご報告よ。わかります？ねえ、ツイキャスに戻ってきたっていう配信でもいいやん。ねえ、何やってんのじゃねえよ。ね、戻ってきたっていう配信をしてるだけよ、今ね。いや、コロナの話とか、ビレちゃんお茶ばっかりありがとう、チャリン、チャリン。いや、つまんないっていう人他見てくんない、ほんとに。ねえ、いいじゃん、帰省中なんだかな。ねえ、別に他のとこも今やってんだからね、裏では。おすすめに乗ってる人見りゃいいじゃん。ビレちゃんお茶ばっかりありがとう、チャリン、チャリン。これなんかラグってる？あ、いう上を。大丈夫だね。うん。戻ってきたからこそのペヤング。でもあれ、ちょっと辛そうだよね。なんか、他の配信者、私ね、結構見たんだけど、やってる人ね。結構やばそうだよね。過去最強ぐらいなレベルよね、あれね。あの反応ね。うん。石川さんのも見てた。あと、まなみんのも見たし、ふじみちゃんのも見たし、ひどんなちゃんのも見てたしね。ナーボーのはね、ちょっとね、私、寝ちゃって見てないんだよね。ちょうどなんか、出だしぐらいなとこ？話してるとこは見た。うん。時間帯が遅いからね、ナーボーとかね。腹筋やすしくも、マティアスくんも食べたの？お父さんも？卵を入れて食べてた。それはちょっと不正じゃない？ね。卵を入れたら絶対た、まあ、ルールはないけどね。
まあ焼きそばに卵を入れれば絶対食べやすいね、チュルチュルってね。あのパサパサしてんじゃん、ペヤングって。だから、パサパサしてるものにね、ぬるぬるの卵を入れれば喉に通るんで、チュルチュルってね。すごい入ってくる。まあルール、自己流ルールだよね。だからアイスとか食べる人もいるし、あとなんだろうね、マヨネーズを舐めながら食べる人もいるし、牛乳飲みながら食べる人もいるし、まあその辺は、まあ不正っていうか、ルールで自己ルールみたいなね。そうなんすよ。18金カレーはね、食いたくない。やだ。もう激辛とこマジやめてって感じだよ。もう1ヶ月後ぐらいにやろうかなって感じ。上さん見てるでしょ、鈴木さんねえねえねえ、あの会ったこと覚えてよ。2回会ってんじゃ鈴木さん。ねえ、私がそんな変な人じゃないってね、おすすめできないって人じゃないってこと分かってんじゃん。直接2回も会ってんだから。5年間もね、毎日7時からやってんだよ、運営さん。ねえ、鈴木さん。分かってちょうだいよ。私のカレンダーまだ飾ってくれてるかな？何年前のカレンダーだろう、あれ。言葉がやばい。本当にね、今日はしょうがない。初日だから今日は私もしょうがないと思います。でも1週間耐えた。みんなも、ね、みんなも1週間耐えたよね。ツイキャスに戻ってくるんで。みんなそうだよね。みんなコメント見てるよ、今。運営さん、ちょっと、ね。ツイキャスの思い、私への思いをここに書いてくんない？一緒に。今見てるから、絶対に。待っててくれたでしょ？ね。そう。一生懸命やりすぎちゃって、ね。いつも、ね。不注意でそうなっちゃうんだよね。わざとそうやってやったりとかさ、そうね。確信犯ではないからさ。懲りない人ねって。いやね、頭では分かってんだけど、夢中になると私抜けるんだよね。おバカちゃんなんだよな。そうなんだよ。なんか集中しだすとそれしか集中しないかな。周りが見えなくなるっていうか、まあそこは気をつけるとこなんだよ、ほんとね。そうなんだよ。だからそれでね、お尻丸出しになっちゃったりとかね、怪しげな画像を何回も出したことあるんで、ふわっちもあるんでね、私。ふわっちも同じ理由でバンになったし、あの写真見せちゃって。そうなんだよ。ふわっちの時はね、あのナイスのイベントやってる時で、1週間ぐらいナイスもらいながらバンになったからね、あの時は。写真が出ちゃってね、みんなで写真を見てて、たまたまそこにね、ジボジボ配信、あ、ジボジボ写真が入ってたの。そうなんだよね。LINE を見たらジボジボ、私のね、ジボジボしてる写真がね、送られてきちゃってね。アオハジョリでーす。でなんかさ、仕事でもあるじゃん。エスちゃんありがとう、お茶爆、チャリンチャリン。仕事でもあるしよ。なんかミスっていうのあるじゃん。それだよ。例えば、コピーしといてね、って言ってたのを忘れてね、コピーしてなかったりとかね。あとなんだろうね、お惣菜作るときにね、あの手袋のカスが入っちゃったとかさ。そうのあるじゃん。何でも仕事、それと一緒だよ。
だから写真はちょっと気をつけた方がいいよね。なんかこう配信で写真を見せるとかね、そういうのは厳重に注意って感じでね、一回チェックしてから出した方がいいよね。話の流れで遊んでなくて、消せばいいって言ってもね、もう3万フォトぐらいあるから、そうなんだよね。チェックするのも難しいよね。なんか消したりとかね。どこに何があるかわかんないし、ぶっちゃけ。どんな写真があるかとかもね。こんなこと言っても忘れるね。どっちなの？ねえ。なんなのよ。こっちでやってとか、あっちでやってとかね、戻ってきてとか言うくせにね、ガチャ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 うるせえな、ほんとに。ほんとだよ。なんなの、あなたたちは。ねえ、あっちで行ったり、こっち行ったり、こっちでガチャガチャしたり、あっちでガチャガチャしたりとかね。ああだこうだ、なんだこうだとかね。そうだこうだ、さしすせ、そうだこうだ。ねえ。あ、なよこちゃんありがとう、お茶箱。チャリンチャリーン。私たちも行ったに来たに言うと、あれ、みんなプレミアム入った人は、1ヶ月無料になってんじゃん。だから、あれよね。ちゃんと、あれしなければ、なんつうの、解約っていうかさ、まあ、そういう言い方もあれなんだけどね。1ヶ月無料の人は、そうね。入ってない人が多いんだ。でわざわざ入った人も多いからね、今回ね。まあ、使いやすかったらそのまま入ればいいし、まあ自分のさじ加減だよね、その辺ね。もともと入ってる人もいるしね。私はほら、元から YouTube プレミアム入ってるから、バックグラとかできるからさ、その便利さは分かってるけど、そうなんだよね。だからもう無料期間超えても解約しないで使って。たかこちゃんお茶ばっかありがとう。チャリンチャリーン。誘導なんかしてないよ。何ですか誘導って。誘導したくてもできなかったんだが今までね。YouTube。できなかったよ。だからLINE もう全部フル活用してね、私がやってますっていう場所をね教えるの大変だったよ。本当にツイキャス自体がだってもうバンなんだから、私のページがなくなってんだから、どこで知らせればいいのって。でそういう時の防御策も考えた方がいいよね、本当にね。クミちゃんお茶ばっかありがとう、チャリンチャリーン。そうじゃない、しずかちゃんもお茶ばっかありがとう、チャリンチャリーン。でもね、どこから来たかっていうのが見れるんだよ、YouTube ってね。その、どこからこう入ってきたかって。だいたい Twitter だったね。Twitter。誘導してる部分は Twitter からこう踏んできた人が多かったよね。だから Twitter も結構あれだよね。大きいっていうか。だからツイッターね、フォロワーは少ないけど見てる人は多いって感じかな。そういうことわかるわかる。あ、YouTube はテレビの大画面で見れるから面白い。でも大画面すぎてね。みんなさ、配信終わるとスクショとかね、上げてくれるんだけど、大画面すぎてみんなビビってたよね。60インチで奈々ちゃんを見たけどきついので今日は目を閉じましたとかね。高画質すぎてほくろがしっかり見えましたとかね。なんかそんなん書いてあったよね。大画面、やっぱ大画面はちょっときついみたいな。
大画面はきついっていうね。やっぱ携帯、スマホぐらいでちょっとね、見るぐらいの方がいいのかな、みたいな。で、バンになってる最中、私はね、もうかなり遊びまくったんだよ、ね。もう、頭おかしくなっちゃって、ね、男と遊びまくって、出会い系サイトやりまくりでね、昨日も実はやっちゃったんだけど、あ、ルイちゃんお茶ばかりありがとう。チャリン、チャリン。昨日も26歳とね、きっとね。昨日はね、なんかね、農業をやってるっていうね、若い男の子とね、遊んだの。でもね、なんか、ノックンにね、そっくりだったの。アナオキ兄さんおはようございます。顔はさ、めっちゃノックンにそっくりね。なんか気まずかったんだよね。そう、ノックくん。ノックくんになんかね、黒縁メガネをかけたみたいな。今風にしたノックンみたいな。なんだって?あ、YouTube から、そうかね。YouTube の初見さはツイキャスアプリダウンロードした?いや、しないだろ。少数だと思うよ。50人ぐらいだと思うよ、マジで。ちなみに、YouTube 見て、今日こっちに来た人、今日初めてだよって人どんぐらいいるかな?ほんと、嘘偽りなくね。他の人はちょっと言わないね。じゃあ他の人はいいの?星がついてる人はね。いやいや、一面じゃん、一面じゃん。いや、一面じゃん、ほんとに。YouTube から本当に純粋な数値を知りたいわけよ、そこね。その一週間の成果っていうかさ。本当に。もうこういうノリがツイキャスだよね。ね。こういうなんかうぜえノリがツイキャスって感じ。なんかね。あ、メープルちゃんお茶まかありがとう。チャリン、チャリーン。でもあれだよね、YouTube で見ない名前ばっかで、みんな YouTuber 名前変えてんの?今見る感じ、ここでコメントしてる人って YouTube でコメントしてた人じゃないよね。あ、名前が違って変えてんな。あ、なっちゃんお茶まかありがとう。チャリン、チャリーン。あ、一緒の人もいるけどね。変な嵐みたいのも来たしね。3人、4人ぐらいね。なんで名前はあれじゃの?統一しないの?嵐めっちゃ来たよ。だからもう大変だったよね。あのね、連投嵐みたいな。10個目に1個目は連投米みたいなさ。ね。モデレーターさんは決めたんだよ。8人モデレーターさんって言ってね。私の代わりにブロック入れたりとか、そういう作業をしてくれる人を任命できんの、YouTube ライブって。それでモデレーターさんをね、8人決めちゃったら全然知らない人をブロックしちゃったりとかね。それでめちゃくちゃクレームが来たの。私何もしてないのにね。投げ銭したのになんでブロック入れられてんだとかさ。そう。いい加減にしてください、奈々ちゃんとかに。いつ解除されるんですかとかさ。怖いっしょ。なんか全部、その8人のね、手伝ってもらう人は解雇しました。そう。で、ブロックリスト見たら40人ぐらい入ってんの。それも見れるんだよね、ブロック。そのモデレーターさんが入れたね。ブロックした人数を見たな。しかも、すごい子さんみたいなね。結構見るリスナーさんとかも入ってて、とか思って。いや、これはまずいなと思ってな。じゃ、みんなが悪いんだよ。ちゃんとね、そう、手伝ってくれた人もいるけど、中にはそういうね、わかんないで入れちゃってる人もいるっていうの。いや、みんなが、みんなじゃないから、ね、やってくれた人もちゃんといるんだよな。なんだって?
いやいや、そのさ、例えばね、私がね、この人ブロックしてよって言っても、私はブロック入れない人だからみんなわかるじゃん。でもわかんない人もいるんだよね。わかるかな？私は入れない人じゃん。ツイキャスでもね、ブロックとか入れないじゃん。だからそのね、この人ムカつくからちょっとブロック入れてよって言ってもね、本当に、なんつうのかな、それを信用してね、本当に信じちゃう人もいるんだよね、見てる人はね、知らない人とか。なんだって？ナーボーがモンジョリはすごいって夜中褒めてた？ペヤング？ナーボーは食べれたのかな、ペヤング？ナーボーはね、私のこと好きなんだよ実はね。私、ワンちゃん、あのね、体狙ってんだよ。うん。私をね、性の吐け口としてね、見てんだよ、ナーボーはな。そうだよ。今さら？今さらツンツンやられたんだから、私ね。スカートめくりして、ね、際どいパンツをね、ツンツンされたんだから。ね。知らないの？モグゴリで。そう、ツンツン坊やなんで、あの人。じゃ、妄想出てない写真もあるわ、証拠の写真。ただ、ツイキャスら見せれないんでね、ごめんなさい。危ない危ない。ね、その写真を見せたいけど、ね、鈴木さんが見てるから、鈴木さんが。ごめんね。どうしても見せたい写真があるんだけど、ナーボーとのツンツン写真ね。鈴木さん、ごめん、鈴木さん。鈴木さんごめん。鈴木さん。鈴木さんも嫌だ。鈴木さん。鈴木さん。あー、鈴木さん。ツイキャス鈴木。ツイキャス鈴木。ツイキャス鈴木。やいやいやい。鈴木さん。鈴木さん。いや、バンにはなんないし。赤松さんの手下で、まあ、手下、まあ、社長だから手下にはなんのかな。手下って言い方っていうか、社員さんでしょ。でもよく、なんかイベントとかのプロモーションとかに名前が出てるよね。鈴木さんってね。例えばほら、キャスカフェとかやるとかさ、その、イベントとかのな、何、社員の名前とか、そう、紹介とかね、必ずいるよね。まあ、女性社員ということでね。モンジュリグループに取り込む。いや、だいぶ、ごひいきされてると思うよ、私は。ともちゃん、お茶ばかりやと、チャリンチャリン。だいぶだいぶでね、一週間の晩で済んだんだから、相当な処置だと思うよ、これは。だって、チンポコのね、チンポコの写真出て一週間なんだからね。普通だったら A 版だよね、これね。チンポコ出したな。写真だとしてもね。そう。A 版だよ。A 版の A 級おすすめ規制だよ。いや、稼ぎ頭とかじゃなくてね、やっぱ見てくれてんじゃない？こう、ツイキャスが好きとかね。そういうのが、やっぱり伝わってんじゃないのかな、あっちにもね。こう、やっぱりなんだかんだね。A 版になったらどこに行く？ YouTube ライブしかないんだな、あとふわっちしか。まあ、生活もあるんでね、私ね。生活もあるから、まあ、働き始めるかもしれないし。マイメロディーちゃん、お茶ばっかりありがとう。チャリン、チャリン、ありがとう。まあ、A 版、本当に全部 A 版だったら働くしかないよね。絶対働かないだろうって言ったら、今、休職中だからね、私ね。M ちゃん、お茶ばっかりありがとう。チャリン、チャリン、ニートのおじさんじゃないから、今、私。一応職はあるから、本職はね。こっちは副職だよ。本職じゃないかな。給食は今、半年ぐらいかな、ちょうど。長い給食だよなって。だって今お店休みだよ。
お店自体やってないんで今。店自体が転休だからね、1ヶ月間。あの、緊急事態宣言で。お店自体開いてないんだから今休んでんで、店も。そうだよ。だって緊急事態宣言が出てんだから。ねえ。うん。お店自体が休みなかったから、お姉ちゃんとか、他の従業員の女の人も今お休み中だよね。うん。大変よ、大変。開けても客来ないかっていうかね。なんかあるんだと思うよ。まあ、店閉めちゃった方が、給付金とか、ああいうのは、もらいやすいんじゃない？だから大体閉めてるよね、飲み屋さんとかね。飲食店は、開けてたりとかするけど、ああいう飲み屋さんは結構閉めてるとこ多いんじゃない？個人店みたいなとこは。閉めちゃった方がいいかもしんない、逆に。そうなんだよ。バンになって収益が取り上げられたら取り上げられてないです。収益の規制は何もなかったっすね。ただ、一週間は何もいじれなかったけどね。ちゃんと収益は入りますよ。でもそんなに溜め込まないけどね、私ね。だいたい1ヶ月に1回は申請するから。チャビアトモちゃん、お茶ばかりあと、チャリンチャリーン。いやね、YouTube もね、コロナの話できなかったんだよ。ね。ダメなんで、YouTube っていうのはね、できる話とできない話があってね、下ネタとかもダメで、そうなんで、結構話しながら考えてすっげーやりづらかった、ほんとに。ツイキャスはそういうとこ緩いんでね、下ネタ、口で言う下ネタとかね、そういう、なんか、政治とかの話とかも、深い話とかもできんだよね。YouTube もバーンされちゃうから。そうだね。今日から言いたい方でね、暴言も吐けるからね。てめえこの野郎とかね。全然 OK。ふわは、言葉に対しては厳しくないかな、ふわはね。言葉に対しては厳しくないけど、ツイキャスよりも規制は厳しいですよ、はっきり言ってね。あの、謝罪ができなかったりとか、カラオケ配信できなかったりとか、あと、なんだろうね。もうちょっと肌が見えるだけでダメとかね、女の人とか。あと、入れ墨とかもダメでしょ？あ、かよちさんお茶ばかりありがとう。チャリン、チャリン。暴言も厳しいと思うよ。あ、だから警察なんか来たらもう落とされちゃうからね。ツイキャスはそのまんまほら、ねえ、そのまんま放送できて、放送切った後に規制を食らうけど、リアルタイムでは規制食らわないじゃん。ツイキャスっていうのはね、終わった後に食らうって感じよ。ただ、外部サイトだと、その瞬間に落とされちゃう、バーンってな。はい、ただいま。入れ墨ダメだよ。だから入れ墨入ってる人とかは、ね、こういうサポーターをつけてね、あの、隠しながらやったりとかしてる。なんか小峠くんとかも、サポーターをつけてるよ。配信中黒いやつとかね。それが見えると、もうバーンって、規制食らっちゃうの。大変よ。キャスが一番やりそう。でもコメントはキャスが一番つまんねえよな。なんつーの。なんか慣れ合い感がすごいよね。なんか YouTube の方がコメントは面白かったな、私見ててね。多分アカウントがみんな違うから、なんか、なんつーの。ただラグがあるんだよね、YouTube ライブはね。なんか、3分前のコメント私読んでたりとかさ。ちょっとね、みんなにはわかんない。なんかね、雰囲気が違うんだよ。ね、私は変わんないんだけど、
そのコメント欄によって雰囲気がね、サイトによって違うんだよね、一つ一つね。で、ツイキャスは基本、なんつうのかな、カマチョが多いね、カマチョおばさんみたいな。カマチョがめっちゃ多いの。で、YouTube ライブは結構、長文が多いんだよね。長文のコメントを書いてる人が。で、フワは、匿名だから結構過激なコメントも多いんだよね。うん。だからサイトによっては特性があると、そういう風になる。ツイキャスの悪口言うとき、生き生きとしてんだって好きだもん。え？ね、ツイキャスさん。悪口を言うってことはそれだけ愛してるってことだから、反比例、半分の法則を。好きも嫌いも好きのうちでしょ？ねえ、ねえ。ピッピちゃん、ピッピちゃん。ピッピちゃん、よし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 。かわいいね。でも私、この子は嫌いなんだよね。生意気そうでね。こっちの方が好き。これどっちか好きかって言ったら、なんかこっちはちょっとなんか性格悪そうだな。なんかやんちゃ系っていうかさ、こっちの方がなんかおっとりしてそう。こっちのブルーの方がね。そう。洗えよとかうるさいんだけど。これね、なんかキャンペーンかなんかでもらったっつうね、このクッションね。何百名かな ?500 名とか600名かな。チャンネルちゃん、お茶ばっかりありがとう。チャリンチャリーン。そのイベントでもらって、それから一回も洗ってないからね、私ね。一回も洗ってないですよ。ね、それから毎日お昼寝するときはこれを使ってのこのクッションね。いやね、このね、なんかね、匂いが落ち着くっていうかね、自分の匂いがしてね、落ち着くの、なんつうの。パーソナルスペースみたいな。天日干しぐらいしろ。でもダニはいないと思う、毎日使ってるからね。いるのかな、枕ってダニいる？だって綿もだってもうぐじゃぐじゃになっちゃってんよ、ほら。こっちスカスカで、こっちなんかモコモコだし。ボコボコしてるもんな。だって他の配信者もさ、このクッション飾ったりとかしてるけど、明らかに違うもんね。色と、ツヤとね、あと形。このピシッとしてるもんね、パンパンになってな。じゃ、ファスナーはあるんだけど、綿を取り替えればいいんだと思う。これ開けると、こういうのが入ってる。だからこれを取り替えればいいんだよね。でも綿も出ちゃってね、ほら。もうね。こうやって綿も出ちゃってね、ボロボロボロって。もう切れちゃってんね。だって投げたりとか踏んづけたりとかね、バンバン叩いたりとかいろいろしてんだからさ。ね、チャックも壊れてるし、ここほら。チャックもあの金具がないしね、ここの。こうやってつまんで、こうやってやんだよね。こういう風にビーって。こういう風にね。大変よ、これ引っかかっちゃったのね。こうやってね。こうやって。痛い！引っかかるしよ、ほら。あ、新しいやつ欲しいんだけどね、多分在庫ないんだっけな。在庫ないんじゃないかな。多分ないと思うよ。持ってる人も少ないしね、これ。だから1万円で買いたいぐらいで、私、これ。もし持ってる人、メルカリで売ってる？ 1 万円で買おっかな、マジで、新しいやつ。1万円の価値はあると思う。だって持ってる人少ないから。ほんと1000人ぐらいしか持ってないからね、このクッション。うん。これは毎日使うようで、新しいクッションを1万円で買ってもいいかもしれない。あの、お飾り用でね、なんか袋かなんか入れたりとかして。ディスプレイ用に。うん。そう、ディスプレイ用にね、こう、なんかこの辺に飾ったりとか、壁につけたりとかさ。そのクッションには10万匹以上のダニがいる？そんなにいないだろう。いても、1000匹ぐらいじゃない？ 9500円で売ってた？だそんぐらいだったらいいと思うんだよな、クッションで。プレミアついてね。
9500円だったらありだなこれね。うん、9号だったらありだろうな。高いって言ってる人は、だからね、それだけ、ツイキャスに対する愛情がないってことよ。ね、私カレンダーをね、カレンダーを発売したんですけど、あのカレンダーどこ行ったかな？このカレンダーだってそうじゃん。だってぶっちゃけね、私に対する愛情やん。これね、これ、現物が届いたんですけどね、2021年、モンジュリカレンダーって、今200セットぐらい売れてるかな？でもね、もっと売れというね、指令が出てるんでね、500セットは最低でも売ってほしいと。予約した。だから予約した人は、今週あたり、もうそろそろ届け始めるんだよな、これ。ねえ、もうそろそろね。ちょっとね、こういう感じでね、ペロンってめくると、こういう卓上カレンダーみたいに、こういう風にね、出てくるんだよ。あ、だからこれを、鈴木さんのとこに送ろっかな。ね、今日。これを、梱包して送っちゃおうかしらね。あ、でもこれ1個しかないからな。もう1個送ってもらって、それを、モイに送ろっかな。だってね、オフィスワークで使うじゃん、こうディスプレイとか。こうやってさ、仕事しながら、今日何日かしらってね、あ、今日は、ね、1月何日だって、もうバッチリ見えるじゃん、これでね。でこの間ね、ツイキャスもね、カレンダー出したんだよね。ほら、なんだっけ、ハロウィンイベントじゃなくて、ルカ姉ちゃんお茶ばっかりありがとう、チャリンチャリン。なんかあったじゃん、かぼちゃ祭りじゃなくて、いちご、フルーツ祭りか。あの時がカレンダーじゃなかったっけ、確か。じゃあ、私も当たんなかったんだよ、あれ。あのカレンダー来てないんだよ。で、ワンチャン、前の家に届いてんのかねっていう話をしてたんだよね。あれ欲しいんだよ、あのカレンダー。結構使ってる人多いんじゃない？なんかみんなね、そのツイキャスのカレンダー当たった人は今度隣にね、こうやって並べてもらえれば、一緒にツイキャスナナちゃん、ツイキャスモンジョリ、ツイキャスモンジョリ、モンジョリツイキャスってね、どっちでもいいよ。こう上に重ねてもいいしね、こう縦置きでも、縦に置いてもいいし、斜めにしてもいいしね。で、頭の上に乗っけられるしね、こうね。こういう風に。ねえ、それね、カバンとかにね、こうやってね、持ち運びもできるんですよ。ねえ、だから電車の中で、これを見たりとかね、カレンダーをね、いつも一緒に。いないわ。スマホでええわ、と。で、スマホ代わりにしてみよう、このカレンダーをね。で、この中に、このケースの中にね、スマートフォンをこうやって入れ込んで、ね。わかる？ちょっと薄型じゃないとダメだから入んねえな、これ。こうやって立てかけてもいいよね。こうやってね。ほら！ほーら！これわかるかな？こうやって、スマートフォンをね、こうやって、こういう使い方もできるんですよ。こうやってね。これでツイキャスを見てくれればね。こうやってね。ね。いいっしょ。で、スマホスタンド代わりにもなると。ね。あと、こういう櫛とかもさ、櫛とかもね、こうやってね。こうやって、ほら、櫛のディスプレイとかもなるじゃん、ほら。こうやって。ね、あーって櫛がないわってね。いつもなくす人はこうやってね。こうやって、こっからこうやって取ればいいの。無理やね。あとは、だからね、この除菌のタオルとかね、ここに置いちゃって、ほら、かわいいじゃん。ね。この後ろに置いて、でパカーつって、こっからこうやってね、こうやって、こうやって出せばいいんだよ。ね。意味がわかんない。まあ、こんなとこで。
おはようございます。はあ、バカらしい。よいしょっと。おバカちゃんなんだかみんなね、うん、ここにいる人たちはみんな通知とサポートをしてくれてる人なんでね、今ね、今ここにおすすめに載ってないかな、今はサポートと通知、あとはツイッターを見た人がこう今来てくれてるって感じよね。うん、ありがとうございますね。暇なんだろうね、うん、今日も暇人な、みんな朝からね、暇人の相手をしなきゃいけないのね、今日も朝からね忙しいわよと。でも今日が水曜日か、水曜日ってでもあれだよね、中日っていうかさ、水曜日は結構気だるい感じよね。週始めもだるいけどね、月曜とか月水、まあ、金土あたりがだるいかなって感じだよな。そう、気だるい感じ。これ何この人。昨日は3枚しか売れてないって言ってます。何この人。今日は200枚売れたとか言ってます。すぐ嘘つけ。あなたね、耳おかしいんじゃね。3枚しか売れてないっていうのはね、軍曹とのコラボ T シャツだからね。あ、そういう風に説明してるから YouTube で。私自分の発言覚えてるかな。ねえ、ちゃんと聞いてないのあなたよ、このメロンパンなところにね。で、プレスしてやろうか、この網網に。ギャーっつって。いいのか？プレス。頭をジューっつってね、こう鉄のね、網網の棒でギャーっつってさ。剥げるぐらいジュー、熱々のメロンパンにしてやろうか。うん、バカじゃねえの。そういうさ、自分がね、知ったかみたいに書いてるけどさ、ね、明らかに間違ってるから、その情報は。うん、私嘘もついてないしあなたが間違ってるだけです。やってね、パン。やばい、ツイキャスだとちょっと弾けちゃうな、私気をつけないと。おしとやかでいないとな。お茶まかありがとう、チャリンチャリー、まこちゃんありがとう。弾けちゃうね、もう気をつけないとね。なんだって。そう、YouTube だと言葉、例えばね、下ネタ。ねえ、フェラチオなんて言えないんだよ、あっちね。で、フェラも、ねえ、しゃぶしゃぶとかさ、なんか、隠語みたいのいっぱい使ってたんだよ。で、セックスも営みとかね、お遊びとかさ。そうなのよ。そう、おまんこのことも、おまんとかね。そう、アワビちゃんとかね。めっちゃ、そうだよ、めっちゃ、どんぐり、そう、どんぐりとかで、あそこのことをどんぐりとかね。あ、ゆうぽこちゃん、ありがとう、お茶バク、チャリンチャリーン。ギリギリアウト。でもさ、逆に隠語だといやらしくなるって感じあるんじゃない？じゃない？隠語っていやらしくない？逆に潜めるとやらしく聞こえるとかない？ねえ、おのぼりさんとかね。ね、なんでもない言葉がいやらしく感じない。ゆうきちゃん、お茶ばっかりありがとう。よし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 。チャリンチャリン。ねえ、おのぼりさんって聞こえるとさ、どんだけ長いんだろうとかさ、ツルツルしてんのかなとかね。お股の間に挟んでキューって上からね、擦れんのかしらとかさ。あ、ゆうきちゃんね、毎日弁当ちゃんもありがとう。チャリンチャリン。営み。営みはでもあんまりいやらしく感じないかな。営みでしょ？営みって言ったらなんかキャンプみたいなイメージだけどね、私ね。営みってなんか、
なんか作り上げ、家を作り上げるみたいなイメージね、今聞く感じでね。いやー、家、キャンプかなーみたいな。テント建てんのかな、あ、そっちの建てるねーみたいな、その。あ、そう、経営的な感じね。夜に家を建てるじゃなくてね。あ、でね、昨日の話を続けて、ちょっとごめんね。さっき途中で終わってたけど。で、なんか農業の男の子が来たんで、家にね。26歳の。それで、すごいね、顔がノックンにそっくりな、ノックくんね。で、あー、ノックンだとか思ってね。でも、よーく見たら、ノックンを、ちょっと良くした感じなんだよね。で、一回メガネ取ってみてって言ったらさ、メガネ取ったらまあまあ可愛い顔。最近メガネ率多いの、レンチャンでメガネなんだけど、そう、医療巡業者ね。だから、一昨日は医療巡業者の男の子と会ったんだよ。で、昨日は農業の人と会ったんだよね。そう、コメディカルの男の子と会ったの、一昨日は。だからちょっとね、職業的に面白い人と会ってる。だから話、結構話に盛り上がって、農業って何やってんのって言ったら、漁業も含まれるって。なんつうの、そう、お野菜とかも育ててるけど、お魚とかも養殖してるんだって。珍しいよね。だから若いのに珍しいねって。話のまとめ方が下手？それは今更って感じやん。それなんでそんな仕事してんのって言ったら、いや、最近なんすよって。え、そうなの？最近の、じゃあ前まで何やってたのって言ったら、無料案内所で働いてたっていうの。みたいな。無料案内所って、ね。え、まさか新宿じゃないよって言ったら、新宿の歌舞伎町でやってましたみたいな。珍しいしよ。って、じゃあ何、スカウトとかもやってたのって、いや、スカウトもやってる時もありました。ああいうキャバ嬢とかさ、ね、風俗とかのスカウトもやってました、みたいな。ただ、なんつうの、女の子に対して、なんか、すごい嫌になっちゃってってね。そう、職業を紹介するのすごい嫌になっちゃって、やめました、みたいな。給料とかすごい良かったんですけど、みたいな。で、そっから、なんかほら、コロナあったじゃん。最近の話でね、ほんとね。前回の緊急事態宣言の時に、なんか職業を変えなきゃってね。ああいうほら、新宿も暇になっちゃったじゃん。1回目の緊急事態宣言の時ね。だから、職業を変えるために、そういうね、強い職業をしたいと。作り話じゃないやつ。あ、でも見せちゃダメな。もう、そういう作戦には乗らないよ、本当に。もう、これまたこうやって見せてなんか変なの出ちゃうから、もうダメ！これこっち！こっちで充電、もう充電のコード外さない。こっちぽい！この後ろ、後ろに投げとこう。後ろに。もう取れないようにね、携帯をね。ここら辺、ここら辺に置いても。ここら辺に。すぐ見せなくだって嘘とかさ妄想とか言われるの嫌じゃない。だって一生懸命話してんのにそれを全部ね、だったら聞かなきゃいいじゃんって話になんな。ねえ、妄想話それをさ言う必要ないじゃん。自分の中でね、あ、妄想話してんだなこのおじさんでいいじゃん、完結で。わざわざここに書いてね、ねえ、私の嫌がることをするじゃん、そうやってね。なんか話の腰を折るっつうか。そんなんして、なんか性格悪いよね、そういう人ってね。人の話をね、折ったりとか、わざわざ煽ってね、なんか怒らしたりとかさ、すんげえ性格悪いと思う。うん、そういう人間大っ嫌い。マジで。色が本当に大っ嫌い。そういうね、性格悪いやつ。続きね。続きしょん。だから続きどこまで話したっけ。あ、だから、
そういう状況でも、潰れない職業をしたいって言って農業を選んだって。まあ、確かに、食の分野とかさ、そういう生産系の仕事ってさ、やっぱり強いじゃん。そういう不況とかでもさ、やっぱり食べることはみんなするわけだから、農業とか絶対に必要な職業でしょ？食の分野は。で、どんなに不況でもね、何があっても食べ物は必要じゃん。あ、だからその若い子の話聞いたら、うーんってこの人、ってね、ああ、真面目だな、みたいな。うん。そうなんだよ。で、なんか家の中で1時間とかに、ベラ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 喋っててさ、そう話ね。で、その後、じゃあどうするって言ったら、じゃあ、脱ぎますとか言ってさ、いきなりさ、ズボンを脱ごうとするのよ。みたいな。出しますね、とか言ってさ、いきなりね、ズボン脱いでパンツ脱ごうとしたら、ちょっと待ってみたいな。早いよ、みたいな。ね。いや、若いからわかるけど、ね、そんなんでつまんねえじゃん、みたいな。いきなり。いや、結構ね、若い人に多いんだよ。おじさんとかシチュエーションとかね、なんか結構ねちっこいんだけど、最近のね、20代の子は結構あっさりして、もうバババって脱いで、どうぞ、みたいな。それチャーってやってパッと帰るみたいな。もう結構ね、淡々としてんだよ。やりもくだとしても、私ぐらいの年代とかで上の人って結構ね、やりもくだとしても、なんつうの、その、ムード作りをしたりとか、会話の流れとかでこう、モーションをかけてくるとかね。そういうの長けてんね、やっぱ年上の人ってね。こう、丁寧丁寧。だからちょっと待ってって、ズボンいきなりって言ったら、えぇーとか言ってね。だってって、もうこんなになっちゃったもんみたいな。みたいな。で、もう一回履いてみたいな。全部脱いじゃったんだけどね、ここでね。ね、ベローンって出したんだけど、ちょっともう一回履いてちょうだいって言ってね。一回着せてから、じゃとりあえずここに座ってって。で、もう一回お話聞かしてって。それまた話し出して30分ぐらい経ったんだよね。それで、なんか、そわそわしてるかな、あ、そろそろ、そわそわタイムかな、と思ってね。どんなになっちゃってたの、すごかったよ。すごいな。すごいよ。ヤマトノリみたいな。ヤマトノリのロングバージョンみたいな。ね、みんな、学校とかで使うでしょ、ヤマトノリって。ヤマトノリの、あのまんまの太さを長くした感じみたいな。やめれ。その間、なえなかったの。いや、若い方だって早いじゃん、そんなんさ。それで、じゃあね、いつも私、言うワードあんで、ここでまずはお話しするのね。うちに来た男性はここで座って、まずお話ししてね。それで、私が必ず言うワード、上にベッドルームがあるけどどうしますって。ここでもいいけど、ベッドルームがあるから上行かないっつって。店かよ、とか。あ、でもね、昨日ね、待ち合わせしてる時にね、隣の家の人に会っちゃったんだよね。めっちゃ女になってる時に、隣の家とは、家の人と会っちゃってさ、ちょっとなんか気まずかったんだよね。そう、気まずい。もう、モロだって家に入るときに目があってね、こんにちは、こんばんは、みたいな感じ。お隣の人が何？いや、一応挨拶はしたけどね。挨拶はして、こんばんはって。そしてあっちもこんばんは、みたいな。ちょっと、あっちも察してんだよね、男連れ込んでるって。もう知ってんだよ。あっちも、あ、また男の人連れ込んでんな、みたいな。こんばんは、みたいなさ。気まずいっしょ。だって毎日違う男がうちに来てんだ。毎日違う車がね、駐車場に入ってんだかな。ねえ、やり部屋みたいになっちゃってるからね。また大家さん出てくる。大家さんは全然いい人だから。いや、もう連チャンじゃない？
4連チャンぐらいかな、私。あ、違う、3連チャンか。今日もやろうかなと思ってんの。3連チャン、3連チャン、ね。うん、間開けつつも3連チャンかな。いや、もうね、やりすぎてね、覚えてないぐらいだよね。だから年末、三重県行って帰ってきたあたりから覚えてないんだよね。やりすぎちゃって、人数も顔とかもね、思い出せないんだよ、ほんとね。性病とか怖くない？かかってないから、私。うん。いや、わかんない。10人行ってんのか行ってないか、もっと行ってるかもしんないし、もしかしたらね。話してないこともあるからね、みんなに。うん。話してない男の話もあるからさ。メモしとる。それで、なんかね、相性が悪かったんだよ。すごい。なんか、くすぐったいっていうタイプだったんで、ちょっとあんまり、ちょっとね、晩明けだから、過激な発言はできないけど、先っぽがくすぐったいっていうタイプだったんで、なかなか、行かなかったわけよ。先っぽがくすぐったいタイプってめんどくさくない？ね、何してもくすぐったい。触ってもくすぐったい。ねえ、ペロペロしてもくすぐったいって。リアルっしょ。でそういうタイプはもう入れちゃうのが一番早いんだよ。そうなの。挿入をすれば行くんだけど、私はほら挿入はしないじゃん。そうそうね。だからってめんどくせえな、みたいな。そうなんで、そういうタイプはもう挿入ですぐ行っちゃうタイプなの。うん。でも私はほら、めんどくさいからやんないじゃんね。そう、つまんない、つまんない。だからもうね、なんか、ね、もう一生懸命ね、ありとあやる技を駆使したんだけど、無理だったんだよね。で、一回休憩しますかって、何回も休憩を間に入れてさ、ね、3回ぐらいね、ハーフタイム入れたんだけど、やっぱくすぐったいって言うんだよね。だからもう自分でやってみたいな、見てるからって言って。それでフィニッシュ。ゴールインって感じ。だるいっしょ。それで、なんかね、なんか動こうとしないのよ。パッとさ、帰るじゃん、普通はね。やりもくなんだかな。なんでこの人、ベッドの上でまだ話してんだろうみたいに。で、聞いたのね、仕事とか、明日大丈夫なのって、早く帰んなくて大丈夫なのっつったら、今から群馬に行くって。えみたいな。今からみたいな。え仕事はないのって言ったのに、仕事は休み取ってるって。えって。え横浜から群馬に行くのって。みたいな。じゃあなんで群馬県に行くのって言ったら、スノーボードを今からね、友達としに行くっていうのは、みたいな。この後に、みたいな。この後、群馬にね、車でね、3時間ぐらいかけて行って、その後にスノーボードやりに行くんです、みたいな。友達と待ち合わせしてね。すごいよね。だからそれ聞いた時に、あ、わっけーな、みたいな。そう、みんなの反応と一緒。いや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 って、私はそこまで元気にはなれないな、みたいなの。いやー、体力あんなって、今の若い子、やっぱ若いって素晴らしいな、みたいな。で、私もついてっちゃおうかな、とかね。助手席空いてるでしょって、一緒にね、乗ってって友達紹介してよ、とか言ったんだよね。そうしたらなんかね、その子も、なんかノリノリになっちゃってさ、いや、友達紹介しますよって、3P どうすかみたいなこと言うんだよ。真面目な面でね。みたいな。友達も多分いけると思うんで、みたいなさ。そうなのみたいな。行くよね。それでなんか、
10時ぐらいかな、10時ぐらいに家を出てって12時ぐらいに到着みたいなこと言ってたかな。うん、まあそれが昨日の出来事なんだけどね。そうだからもう病気で私ももう本当にね、依存症になっちゃったかもしんない。なんかに依存するタイプなんで。友達にオカマ紹介しないよ。でも写真まで見せてくれたよ。友達の写真見せてくれて、どうすかとか言って、いやーって、まあ普通だねーみたいな、今風だねーみたいな。ちょっと DJ 風のね、なんかキャップかぶって、なんかちょっとチャラチャラしてる感じ。うん。あ、いいんじゃないって言ったのに、そうっすねって、じゃあ舐めたいっすかみたいなさ。じゃあ全然連れてきますよ、みたいなさ。友達も男いけるタイプ。まあ、ノリがいい人はできるんじゃないかな。薬はやってないでしょ。で、今風ってさ、なんかあるじゃん。なんかピチピチのジーンズ履いて、帽子かぶって、で、なんか、ナイキかアディダスのね、靴を履いて、なんかセカンド、ちっちゃいセカンドバッグみたいなの持って、ヴィトンかなんかのバッグ持ってたりとかさ。何系って言うんだっけ、それ。流行語大賞、そう、ヤリラフィー。ヤリラフィーって言うんだっけ？ヤリラフィータイプだよ、もろ。今風の。ヤリラフィー系。うん。だいたい出会い系で会うとそういうタイプ多いよね。だから、大輔くん。セフレの大輔くんも、ヤリラフィー系だしね、もろね。三本ラインのジャージとか履いてたりとかね。うん、ノリモールヤリラフィー系。そう。なんかヤリラフィーっていうのは、まあ昔で言う、ちょい悪の発展版みたいな感じが、ちょい悪とギャル男と、パリピが混じったような感じだよね。ヤンキーではないけど。まあ、車とか好きっていうタイプが多いよね。こだわってるみたいな。それをヤリラフィー系って言うんだけどね。今風に言うと。うん。はぁ。くさくさおかま系って、ね、言い返して。あなたは YouTube ライブ見てたんですか？そんなジョリジョリなんとかとか言ってね。おひげジョリジョリとか言う人。あなた YouTube ライブ見てたの？その謎のアイコンと、私のアイコンとね。私風の名前ですけど。見てたんですか、ちゃんと。話つまんないから早くペヤング。ペヤングなんてやるなんて書いてないじゃん。はぁ？今日はこれだっつってペヤングなんか食べないよ、今日は。何をおっしゃってんですか？やらない。やりません。今日はだって、復活しましたよっていう配信だからやるわけないじゃん。あ、匿名さんありがとう、チャリンチャリン。あ、だからペヤングはまだ買ってないから買いに行くよっていうこと。まだ買ってないの私。だからゲットしますよっていう配信もやるんだね、今日な。買い物。うん、食べるなんて一言も書いてない。ペヤングを買うってこと。いや、書いてあるけど、ペヤングって書いてあるけど、ペヤングを、ね、買いに行くっていう意味。うん。後ろにマックの残骸がある？なんでバレた？なんでバレたの？あ、よく見てるね。すごいね。このボケ加減で。なんでわかったの、マック。これは私食べてないよ、ちなみに。すごいね、こういう背景とか見てんだね。これでしょ？ねえ。これは私のじゃないかな。うん。そのヤリラフィーが持ってきてる、ヤリラフィーがね。匂わせ。捨
てないよってんだって、そのまんまだもんね。そのまんま私寝ちゃったからね、終わった後ね。じゃ、ヤリラフィーじゃないよ、これ。ね、自分で買ったんだ、昨日。だからマック食べたんだ、夕方ね。朝、焼き鳥食べて、めちゃくちゃお腹空いてね、マクドナルド夕方に注文してる時に、ヤリラフィーから連絡があったんだよ。ちょうどね、マック頼んで到着して食べてる時に、ちょうどやり取りをしてたんだよね。で、あと1時間ぐらいで到着しますみたいな、みたいなさ。な昨日頼んだのは、照り焼きバックバーガーと、フィデオフィッシュと、ポテトの L、あと、ファンタグレープでしょ?と、あと、チキンマック、マック、ん?チキンナゲット15ピース。うん。でもなんか、いっぱい頼んだんだけど、食べれなくてね。結局、ファンタグレープとポテトの L と、ナゲット5ピースと、照り焼きマックバーガーしか食べれなかった。それだったら、まあ、食べすぎ。まあ、食べすぎだけどね、それでもね。そう、結局食べれなかった。短かった。いや、食いすぎじゃないっしょ。体重測ってみてよ。でも、体重はどうだろうね。痩せたような感じするけど。しょうがないな、晩明けの。ツイキャスやね、やっぱね。ちょっと測ってあげるよ。復活なんでね。体重。ちょっとね、このカメラのアングルが怖いかな。ちょっとね、ちょっとなんか不安よね、開けた後とかね。待ってね、反射とかに、ね、気をつけないとマジで。もう、もろ下にね、こうね。これ反射してないかな。大丈夫ね。見えないよね、大丈夫だよね、本当に。大丈夫?ちょっとピントをぼかせばいいんだ、こういうふうにね。よいしょ、久しぶりの体重測定だわ。太ってるかな、マック食べちゃったしね。ああ、でも意外とだね。意外と。83.6kg。まあまあかな。寒っ。今日寒っ。だからマックとか、ああいうの食べなきゃ普通に、なんか70いきそうだね、我慢すればね、ちょっとね。じゃない ?70 キロキープできるかもしんない。そういうマックとか食べなきゃね。いや79ぐらいまでずんと下がるよね。1週間我慢するやな。いや、行く行く。だってマック食べたりとか、牛丼食べたりとか、結構食べてる。ラーメンも食べてるし、ね、先週から。それを全部我慢すれば全然いけるっしょ。うん、その話何回目?だって変わってないんです。太ってもないんだよ、今体重。ねえ。こんだけ食って、体重変わってないんだからさ。
ねえ、これで増えてたら文句言ってもいいけどね。毎回言ってんじゃん。現状維持してんだからいいじゃん、別に。太ってもないんだから。本当にしつこい人たちガチャ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 文句言って、じゃあ自分たちのね、腹出してごらんっつうんだよ。ねえ、そう、切ったね、腹ナブヨボヨの。ねえ、妊娠線かなんか入っちゃってるやつよ、ブヨブヨのね。痩せたって言っても、まあ、でも、だから、もう、ダイエットし始めたから痩せてる。まだダイエット中なんでね。まだダイエット中、私は。うん、半年前からダイエットはスタートしたからね。妊娠線すら作れないやつが何を言ってて、おめえだって作れないの。私には見えてね、お前がオカマだってことが。黙ってろ。え？お前も一緒なんで、オカマなんだかな。ひでえ。え？もうご察しの通りね。そうさ、なんかさ、子供マウントとかね、なんとかマウントとかも時代錯誤もいいとこですよ。ねえ、江戸時代に戻ってくださいってね。ねえ、そういうお世継ぎが生まれないとかね、もうそういう時代じゃねえんだよ、日本なんてな。そうじゃん。子供ができなくても一生懸命頑張ってる人もいるしね、いなくても幸せな人もいるしね。ねえ、それが全てじゃないんで、今の時代な。幸福度が違うね、幸福度が。価値観とね。うん、全く違うんすよ。ねえ。これどう？ちょっと昨日色染めたんだけど。結構綺麗に染まったでしょ。みんな、あの髪の毛汚い汚いって言ってね。今日、昨日染めたんだけど、YouTube ライブでね。中もほら、中も、まあ、この辺はちょっとあれだけどね。中も結構綺麗に染まってるし。あ、パルシア、お茶ばかりがとチャリンチャリン。やっぱ黒がいいよね、日本人はね。合ってるよね。黒髪だと肌も綺麗に見えるし、やっぱ女っぽく見えるよね。うん。女性はやっぱりね、黒髪がいいよ、日本人は。ただ海外とかだと黒髪は嫌われるんでね。そうなの。黒い髪はすごい嫌われるのよ。あのハリウッドスターとかね。そうなの。特に男性、黒髪の男性とかはモテないんだよね、海外だと。そうなのよ。いや、逆じゃないよ、逆じゃないよ。じゃ、海外のハリウッドスターとかはね、黒髪の人いないじゃん、あんまり。男とかね。フランスではモテる、なんか一部ね。そういうのは、一部の人が言ってるだけでね、日本はどうだよとかさ、日本人はモテるよとか、モテねえか、日本人なんて。ね。え？日本人なんてね、猿ぐらいにしか言われてないよ。本当に。え？猿とかね、お猿さんぐらいにしか言われてない。奈々ちゃん、コロナの話しよう。またコロナの話。でも、なんも進展はないよね。なんかあった？この一週間。ねえ、緊急事態宣言他のとこ出たぐらいじゃない？なんかあった？大きな話題みたいな。ないよね。家の中で死んじゃったみたいな人がいるよね。それニュースになってた。家の中で、70歳ぐらいの人かな、がなんか、そのまま亡くなっちゃったみたいな。うん。10万円の再給付金？でもないない言っても前も配ったじゃん。もうわかんねえ、日本の政府はね。なんか、やっぱりリーダーシップを発揮してないんだね。だから、安倍ちゃんはよく配ったなと思うけど、うん。ウイグルが何？ウイグルの話あんまりしたくないな。ウイグルは。ん？
ウイグルなんて、元からそんな話なんてあった。なんで今更ウイグルの話が出てんのって感じだよね。ねえ。なんで今フューチャーされてんの。もう昔からそのウイグルの人たちのね、こう、なんか拡散されてるみたいだけどさ、あの動画が。うん。昔からあるよ。日本人はあまりウイグルの話しなかったけどね、今までね。ねえ。そういうなんかホロスコープっていうかさ、給付金は麻生が邪魔してる？だって麻生太郎だってあっち側の人間やもろ。ねえ、あっち側の一族の人でしょ？あの出身はさ、当たり前やん。ねえ、はちゃめちゃできんねん。もろあっち系なんだかな。麻生財閥ってね。そう。あっちの出だからね。一族の。ディープステート、ディープステート。え？トランプがなんだって？トランプ大統領がなんだって？秘密事項の開示命令をした？トランプちゃん、たださ、まあ、台本ですよね。今回の不正選挙も全部含め、台本です。ね？梅ちゃんとトラちゃんの喧嘩はね、もう台本ですよ、はっきり言って。もう仕組まれたこと。ただ、本当は、トラちゃんをね、当選させようとしてたんだけど、トラちゃんが、もう誰でもいいんだよ、はっきり言ってね。政治家なんて。うん。ただ、裏にいる人たちの気が変わっただけ。で、ね、梅ちゃんになった。裏切られたんじゃなくて、飽きられたって感じ。だから、トラちゃんの後ろには、あれがいるんだよ。ペイパルのなんだっけ、ピーター・カールだっけ。あの人が金を結構出して、あの人が気が変わっただけだよね。うん。もうすごい、権力を持ってるね。だから、トランプを動かしてるのは、あのペイパルの人だよね。ぶっちゃけ言うと。うん。ピーター・アーツ。ピーター・アーツが大統領を決めてるようなもんね、今ね。ペイパルってあるじゃん、ペイパルって。あそこの、ペイパルを作った人よ。いや、パルパルじゃなくてね。いや、誰でもいいんだよ、誰でもね。ずっとトランプ応援してたんだけど、飽きて、ね、じゃあ次は、梅ちゃんにしようってなっただけよ。あ、ピーターティール、ごめん。ピーターツじゃない。ピーターツじゃない。ピーターペールと、メザートミオじゃない。そんな簡単なんじゃ、だからみんなグルだって前から言ってんじゃん。お金持ちなんてみんなグルなんだよ。喧嘩して戦争してるけど、ね、みんなグルなんだよ、これはね。うん。だから、喧嘩してても、わざと喧嘩してるだけ、そういう風に敵を作ったり、味方を作ったりとかね。派閥で分かれたりとかね。みんな同じ政治家なんて、はっきり言って。本当に、真面目に政治家をやってる人なんて、本当に1割も満たない人たちだけしかいないから、あとは全部一緒。真面目に政治活動してる人はね。だって政治活動するためにもお金はかかんじゃん。献金とかみんなもらってんじゃん。献金を出してるのどこっつったら企業やん。ね？企業とか、あの、講演会とかあるし、お金を出してる人がいるんだよ、政治家にも。それがなきゃ政治活動できないでしょ、ほぼほぼ。うん。そういうこと。まあ、そんな感じかな、トランプとバイデンはね。トラちゃんと梅ちゃんは。おはようございます。そういう風に、あーってね、プロレスだなーって見てると分かりやすいよなー。ね、もう仕組まれたことになってん。ね。
だからみんなが言ってる中国とか北朝鮮もみんな仲良しなんだよ。みんななんかニュースとかでさ、あの野郎とかね、北の野郎がどうのこうのとか言ってるけど、みんな仲良しで手を組んでるだけだから。ね。仲悪いふりだよ。だって、わかりやすく言うとビンラディンだってそうじゃん。ビンラディンだって、ねえ、あの、ね、あれですから。ね、未だに、うん、ですかな。話が難しくない。何言って。話の受け折りじゃなくてね、そう、ドバイにいるとか言われてるけど、まあ、どこにいるかわかんないけど、いるよ。いる。隠れる場所なんていろいろあるからさ、ねえ、うん。いるのよ。うん。はい、いつこちゃんありがとうね。チャリン、チャリーン。ありがとう。高須さんはだってもろそっちのね、あれを着てんじゃん。飾り付けとかね。あの人は自分で公言してるでしょ、そっちだって。だからさ、もうなんかやらせんのやめてくれる？ね、今日はまったりするっつってのさ。ほんとに。あ、落ち葉ありがとう。チャリンチャリーン。ほんとにさ、ねえ。今日メンテナンス入るしね、10時から追加する。なんもやらんのって、じゃあ逆に聞くけど、なんかしなきゃいけないの？え？なんかしなきゃいけないの？いや、つまんねえとこじゃなくてね。なんもしないっつってんの。お散歩くらいにしようね。お散歩も、その、することに入ってる。だから何もしないっつってんの。動かない、こっかな。動かない！寒いもん、外。ね、今日気温1度ぐらいしかないからね、今んとこね。寒いもん、横浜。やだよー。なんで外出なきゃいけないの、わざわざ。寒いのに。家の中にぬくぬくしたんよ。ご飯も今食べたくないから食べてないし、お腹空いてないの、今。ねえ、昨日チンポ何回も食べちゃったからもうやらんね、お腹いっぱいって感じ。体がね、干してないんで今ね、お口が。いや、そう。よくない。家でカラオケしろ？誰も聞かないじゃん。ねえ。家でカラオケなんかしても誰も聞かないしよ。だったら外でカラオケした方がいいよ。何本とか、じゃあ私の予定があるっつってんじゃん。いい加減にしろよ、お前ら。そろそろ、やっちゃうよ。ほんとにいい加減にしろよ、この野郎。おい。みたいな。いやさ、私さ、昨日 YouTube でさ、モノマネを見てたの。カラオケで思い出したけどね。あの人の顔めっちゃ好きで、モノマネやる人でね、めっちゃね、あ、好きって顔いたんだよね。で、その人の動画ばっか見てたんだけど、なんだっけな、モノマネの男の人ね。じゃ、コロッケじゃねえ、あんなじじいいんだよ。え？まだね、コロッケよりね、あっちの方が、メンチカツの方が好きだわ。誰のモノマネ？何も聞こえないとかね。あとね、何のモノマネ？チューブとかもサザンもやって、何でもオールマイティタイプみたいな。あ、そう、ビューティー国防っていう人がね、めっちゃタイプ。あの人はね、結構ドンピシャだったね。ああいう顔好き。あ、お茶ばっかありがとう。チャリン、チャリン。ありがとう。ビューティー国防。
そうそうそう、もともとジャパネットとかやってて、まあいろんなモノマネする人なんだよね。ああいう顔好きだな。今なんかちょっとロン毛みたいな感じなんだけど、なんか髪の毛短いカツラとか被ってる顔が好きなんだよね。大久保さんね。国部いや B 線じゃないよね。あの人めっちゃ綺麗な顔してるよ。これ大丈夫かな、見せてもね。ちょっとね、とりあえず履歴を消しておこうかね。ちょっと待ってね、ちょっとドキドキするね、この画面出すのね。変なの出てこないよね。とりあえず履歴を消して、ビューティー国分ね。これブスじゃないよね。これはブス戦に入るの？加工はしてないよ。この人ね、リアルの方が可愛い顔してるよね。ブスじゃないよね。いい男だよね。鼻スッとしてて、唇薄いし、目パッチリだし。好みじゃない？そうかな。こういう顔とかね、可愛いじゃん。可愛い感じ。こういう顔好きなんだよね。ドンピシャ。ドンピシャ顔、私のタイプ、この顔。ねえ、あ、こういう顔とかも可愛いよね。こういう顔とかもね。この人いくつなんだろうね。ハチ君には似てないです。何でもハチ君に例えるのやめてくれる？ねえ。だからあれも好きなんだよね。あれ。なんだっけ。藤原紀香と付き合ってた芸人、あの顔も好き。だこう、多分繋がるんじゃない？陣内智則だっけ？陣内くんに似てない？だこういう顔が好きなんだ、私、系統的にね。なんつうのかな。47歳なの、この人。若いね。47には見えない。でも陣内くんとこのビューティーくん、国部似てない？なんとなく系統は一緒じゃない？なんとなくもういいや。じゃあもうそうやってさ、自分の好きな男を出してこないんだ、まあ、どうせなんだろ、竹内涼真とかなんかそっち系だろ、なんか横浜流れだっけ、そういうのばっかしか出てこないでしょ。エータとかさ、ふざけんなよつん。どこがイケメンなんだよ、それのさ。雰囲気イケメンだろ、みんなねえ。それあ、横浜流星ね。ごめんごめん、いろいろ混じっちゃったもん。横浜流星ね。山崎賢人とかさ、ただのなんかもやしみたいじゃんねえ。キツツキみたいだよね。なんかキツツキって知ってる？こうやって。キツツキのおもちゃみたいな顔してない？おいちょ、クンクンクンみたいなキツツキ。肌正広はあれでしょ？私のお友達なの？ハイ&ローは見た。あ、吉沢くんはな、なんかな、明太子みたいな顔だよね。なんかパッ。明太子の皮をピリピリって破ったような顔だよね。竹野内豊かな、臭そうだよね。絶対脇がだよね。竹野内豊は絶対脇が、しかもゲイっぽいしね、あの人ね。ゲイ疑惑あるしね。竹内力とかはまあ、そうだね。セクシーだけど。男の色気っつうかね。年上と付き合うんだったらあんな感じかなーって感じだね。ダリミアはね、口が気に食わない、あのなんかウサギみたいな、なんかあの口、なんかこんな、なんつうの、こんな曲がったような、あの口する男嫌い。
小峠くんもね、たまにあの口やるんでね、写真撮るときね。あれなんかキモいよね。で、あのアヒル口みたいな、男がアヒル口キモくない？なんか、もう時代遅れだしね。キモ。しかもあれね、薄い唇の人がやるんだったらいいんだけど、なんか分厚い唇でやるとなんかネチョネチョしてて気持ち悪そうよね。なんかネチっこいっつうかな。なんか無理とか思う。ヨギママの口だよ、そうそう。ヨギママの口ね、ネチっこいっしょ、あの人。それだよ、そね。三浦翔平？三浦翔平はね、ちょっとね、怖いね。首絞めそうだよね、あの人ね。三浦翔平は絶対首とかさ、なんかそういう SM プレイとか好きそう、あの人。足とか舐めてきそう。わかるっしょ。なんかね、ちょっとね、サディスティックな感じだよね。目が笑ってないっていうか。不倫はダメ？加藤茶なんてもろだって変態じゃん。あの人も暴露されてた。あの人こそ、あれだよね、変態だよね。な結構変態プレイ、性癖がすごいんだよね、加藤茶ってね。うん。なんか赤ちゃんプレイとか好きなんだけど、首とかも締めるっていうよね、あの人ね。確かね。なんか暴露されてたよね、週刊誌かなんかに、ね。みんなろくでもないやん。まだビューティー国部ちゃんの方いいよ。ね。ビューティー国部ちゃん。だから最近の推しはビューティー国部っていう話でね。国部か。あ、ちょっと待ってね。はあ、まだだな。やる気が出ない。初日なのに。やる気が出ない。スタバの新作買いに行こう。なんかチケットもらった。チケットをもらったよ。昨日なんか、復活おめでとうとか言って LINE で、スタバのチケットをくれたね、500円かなんか、リスナーさん。やだなぁ。なんかなぁ、なんか違うんだよなぁ。ほんとに、なんか、イメージングと違うんだよなぁ、私と。あ、バレンタインもうすぐだね。バレンタインで、あと、今年はどうしようかね、バレンタインで。節分はいつだっけ？ 2 月の？節分はいつだっけ？ 2 月、2月2日か。はい、じゃあ節分が先で、今年も鬼メイクやるんでね。毎年鬼メイクやってんだよ。石川さんとスロット行きな、また横浜にいるの？石川さん。横浜っつってもね、あそこ遠いんだよね。いつも打ってるとこね。アマテラス。結構ね、こっからあるんだよね、あそこまでね。お茶箱飛ばないから元気ないの、今日？ね。結構飛んでんじゃん。72発の、39発の、あと、お茶箱500も2個もらっちゃってるね。あらら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 。結構飛んでるよ。あ、お茶箱ありがとう。チャリンチャリーン。まあ、ざっくり5万円って感じな、今日ね。あ、千代ちゃんお茶箱ありがとう。チャリンチャリーン。ざっくりね、ざっくり。今んとこね。あ、リーターちゃんもね、お茶箱ありがとう。儲かる、儲かる。今日はたくさんね。明日になったらね、ドンと減るんだよね。YouTube ライブの方もね、スパチャすごかったんだよね。一人で6000円とか8000円って1万円の人もいたしね。あの、スパチャ。結構投げてもらってね、みんな。
チャンジーちゃんお茶ばかりがとう、チャリンチャリン。1週間、6、5日間で、28万。確か。うん。5日間で。すごい。ただまあ再生数とかあれも入れてるよ。スパチャと再生数を入れてる YouTube の。うん。1週間でそんぐらいってこと。ただ今日から、だってないんだもん、そっちはさ。普通再生数しか入ってこないんだね。もう仕事行きたくない？頑張って。私も仕事なんで、これね、今はね。副業。うん。広告費いくらくらい？ YouTube はね、でも人によって違うんじゃない？ 0.0 何円だと思うよ、多分。だって、1日の再生数が100万とか言ってんのにあの値段だよ。全部のトータルの動画の再生数が100万再生ぐらい言ってんのにその値段ってことだからね。0.1 円なのかな？ 0.0 何円じゃない？下手すりゃん。あ、めぐるちゃんね、お茶ばっかりありがとう。チャリン、チャリーン。チャリン、チャリーン。ただね、YouTube はね、画質やっぱりね、全然違うんで、今、私もね、モニターを見ながら、チェックして、のらちゃんありがとう、お茶爆、チャリン、チャリーン。全然違うね。昨日も、YouTube ライブとね、あれで見てたんだけど、やっぱガビガビしてるよね、ツイキャスね。ラグはでも、ツイキャスはラグないでしょ、この、リアルタイムな感じね、ツイキャスの方が。私は見ててそう思うんだけどね。YouTube はやっぱコメントのラグがすごいよね。こっちはもう今変えてるのがそのまま流れてるって感じ。くみちゃんお茶ばかりありがとう。チャリン、チャリーン。いや、そこがやっぱりツイキャスはすごいよね。ラグがないってことはね。くみちゃんお茶ばかりありがとう。チャリン、チャリーン。ツイキャスがもっと画質を上げてくれればいいんだよね。今超高画質っていうのが一番、すごいやつだけど、もっと画質、なんか YouTube 並みに画質を上げてくれれば、ツイキャスがナンバーワンなのよ。ノックンのライブ配信はラグがない。じゃあ私がおかしいのかね、設定が。大してコメ読まないくせに今さ何言ってるんだって言ってさ、読める？このコメント。読めない。今は読めるよ、ゆっくりだから。ね、今はめちゃくちゃ読みやすいけどね。さっきの、ね、男の話なんかしてるときにもうめっちゃ流れてんねん。あんなに拾えないよね、はっきり言ってね。目では見てるけど。で、だってさ、読むようなコメントがないんだもんだって。じゃない？読めるコメントがないんだからさ、拾う必要もないでしょ。今の話の流れで、拾うコメントがないじゃん。今ゆっくりでしょ。で、全部読んでじゃない。全部読んだら大変なことになるでしょ。つまんなくなるんだよ、逆に。全部読むのは人が少ないところだったらいいよ。コメントも流れてなくて、人少ないところだったら読めるよ。ねえ、こんだけ人がいて、ね、コメントも流れてんだから読む必要はないんだよね、はっきり言って。ね、流れてればいいんだよ、コメントっていうのはね。5分間全部読んでみて、なんで読む必要があるの？ペヤングの新商品いつやるんですか？今日はやんないです。米でラップして昔やってましたね。ぶっちゃけ家賃いくら13万。読み上げはつけない、うるさいから。ジョージはやんないっす。ねえ。そうだ、今日は復活したって、だからペヤングはやんないっつってんじゃん。ほら、追いついてないじゃん、コメント。私が読み上げてもね。ほら、
全然読み上げるけどコメントが追いついてないっしょ。私の方が早いじゃん。今ゆっくり喋ってね、ゆっくり拾ってるけど、これでもね、拾えるでしょ。あ、みーちゃんお茶ばかりやと、チャリンチャリーン。匿名さんもありがとう、チャリンチャリーン。うん。いや、おこじゃない、おこじゃない。全然おこじゃないよ、今。普通に。うん。今日つまんなそうだから、モスコちゃんのとこ行けよ。な？行きなさいよ、おすすめに乗ってんだ、あっちもな。私は乗ってないんだから、あっちに行くのが自然よ。行きなさい、もう勝手に。つまんなさそうだとか、なんとかとか言う人はね。行ってちょうだいっつうの。あなたのコメントがつまんないから行っちゃってどうぞ。本当に行ってください。あなたが一番つまんないからどうぞ行ってください、本当に。行っちゃってちょうだい。なんで報告するの、カマチョだから、ね。マキちゃんね、ありがとう。チャリンチャリーン。今日はほんと、ハズレ枠とか言ってる人は YouTube 見てない人で流れをね。ねえ、なぜ今日こういう配信をしてるかっていう流れが分かってないってことを見てないってことだよ。うん。ねえ、一週間の YouTube の流れを見てないで今日そういう風に言ってるだけ。うん。だから黙ってろっつうんで、見てないくせにね。あ、ニコちゃんありがとう。チャリンチャリン。ペヤングしようっつってもさ、だって今ないんだからさ。しつこいよ、ペヤング、ペヤング。え？うん。だから買いにも行かないし、食べないし、本当にね、しつこいよ、マジで。今日は復活しましたっていうね、雑談の配信なんだから。何かをやらせるのやめてくれ。今日はやんないっつって何も。それを理解して。何もやりません。お話をしたいの、今日はみんなと。ね？じっくり話をする日なの。書いてあったからって何？あ、通知にだからペヤング、もうさ、もうしつこいな
どれ食うの？青ちゃまかありがとう。青ちゃんありがとう。チャリンチャリン。とりあえず家にあるカップラーメン並べてみたけど、よくやるじゃんね、こういうね。追加さん愛してやるでしょ、こう後ろに飾ったりとかね。ねえ。なんかやんない、こうやって今からやりますよ、みたいなさ。後ろの方にちょこんって置いたりとかね。ベッドの横に置いたりとか。おすすめ規制だからやりたくないじゃなくて、だからペヤングがないの。手に入ってないの。買い物行ったけど見つかんなかったの、まだ。この辺に売ってないんだよ、本当にペヤングね。ちょっと調べてみるよ、マジで。ちょっと聞いてみようかな。どこに売ってんの？いや、買いには行くんだけど、どこに売ってる？ローソンにある？じゃあ近くのローソン。いや、ローソン意外とないね、この辺ね。ローソンかファミマ？ちょっとじゃあローソンとりあえずね、調べてみるか。一番近いところでしょ。結構探すのも大変だからね。ちょっとこれ音はまた言われるんでね、出さないように話すね。ミュートにしなくてもいいけど、音声はスピーカーにはしない。あら、出ないね。出ない。1個目出ない。茅ヶ崎店って何これ、どこ間違えちゃったよ。なんで茅ヶ崎店が出んのこれ。遠いよね。同じ神奈川県だけど。茅ヶ崎とかどんだけ遠いんだよ。買いに行くのも大変。もしもし、新商品をちょっと調べてて、在庫なんですけど、ペヤングの、ごく激辛のカレー味ってありますか？はい。はーい。はい。あ、取ってないんですか。あ、わかりました。ありがとうございます。ローソンダメだね、1軒目。あとは1キロ以上離れてんな。ファミマ行ってみるか。ファミリーマートね。スーパーとかにないのかな。この間でもスーパー見たらしなかったんだよな。5軒見たんで、スーパー、駅のコンビニ2軒、スーパー 2個か。あと、前バスケットにもなかったね。タイミング悪いのか、日曜日に私見たんでね。ちょっとファミマ行ってみるかな、これ。
一番近いファミマかけてみるか。え？何切り、え？何これ、プープープーってなってる。接続できませんでしたって、なんで接続できませんでしたって、なんだろうこれ。話中なんだ、接続できませんもんね。今電話してるっしょ誰か。あ、じゃあここは次だ。やめてね、邪魔すんのは。私が聞くんだよ。みんなどこでゲット、商品ちょっと在庫聞きたいんですけど、ペヤングの極激辛カレー味ってありますか？あ、ペヤングないんですか？あ、わかりました、ありがとうございます。ペヤング扱ってない店なんてあんの？何の音？なんかブーって言ったよね今ね。クラクションの音？使ってないのね。ファミマもダメかな。セブンイレブンはどう？セブンイレブンは。すいません、商品探してるんですけど、ペヤングの極激辛のカレーありますか？はーい。探してんだけどね。はい。あ、そうです。あ、ありますか。ありがとうございます。今から買いに行きまーす。あとで。はーい。はーい。あった。でも 1.5 キロ離れてんだけど。どここれ。1.5 キロ離れてるよ。ここだね。あったあったあった。いい散歩になる？ 1 キロ？あー、でもね、ツイキャスメンテナンスあるんでね、10時ね。10時まで待てる？買いに行くの。ツイキャス10時なんでメンテナンス、今日ね、水曜日だから。待てる？それか、今から行って買ってっていうか。ただ今日はペヤングはやんないよ、ほんとに。買うだけね。買うだけ。1. 何キロってさ、30分で歩けるかな普通に。ちょっと調べてみよう、歩きでね。ここまで歩きでしょ、ナビでしょ、歩きでしょ。26分かかる、ギリギリだな。ギリギリ26分かかる。もっと近くになる。ちょっとセブンイレブンかけてみようかな。セブンってないのかな。家の近くの方がいいよね。ちょっとセブンイレブン、一番近いとこかけてみるね。出ないな。
出ないね。なんでこの時間忙しいのかな。出ないね、セブンイレブン。内線みたいに繋がっちゃったよ。でもあそこ結構人いるけどここ出ないな。じゃあもう一個納品があんだ、セブンイレブン店。すいません、新商品ちょっと探してるんですけど、ペヤングの極激辛カレーって置いてますか？はい。うん？これなんだっけ？あ、はい。はい。あ、置いてないですか？あ、わかりました。ありがとうございます。セブンイレブンもないのかな、基本。ちょっともう一個かけてみよう。セブンはなさそうかな。オリンピックはね、まだやってないんじゃないかな。あれでしょ？コンビニじゃないわ。スーパーでしょ？あ、ちょっと待ってね、あそこ売ってそうだな。ちょっと一番近いとこ、本当に一番近いとこね。ドラッグストアとかにペヤング置いてんな。商品ちょっと聞きたいんですけど、ペヤングの極激辛カレーって置いてますか？はーい。はい。はい。あ、置いてないんですか？わかりました。ありがとうございまーす。置いてないって。前バスには。じゃあ、あれだね。ちょっと待ってね。あそこもかけてみよう。なるべく近い方がいいんだよね。ドラッグストア。ドラッグストア行ってみようかな。あそこのドラッグストアなんだっけな。名前なんだっけな、出てこないな。ドンキはだから配信ができないんす。クリエイトじゃなくてなんだっけ、あそこ。フィットケアデポかな、フィットケアデポ？フィットケアデポ。あ、ここだね。オッケー。ここだったらあるかなぁ。杉薬局。やってんのかな、ドラッグストア。9時だからやってるか。あ、すいません。新商品ちょっと聞きたいんですけど、はい。カップ麺のですね、ペヤングの、極激辛カレー味ってありますか？はーい。
あるかな。なんかありそうな雰囲気だな。はい。あ、まだだ。電波が悪いだけだ。薬局結構ね、置いてたりするんだよね。めっちゃ電波悪い。はい。ああ、わかりました。ありがとうございます。はーい。はい。最後にあそこのセブンイレブンかけてみる。ちょっとごめんね。あそこがどうかだよね。一番近いところにないんだもん。めんどくさいな、毎回毎回。一番近いコンビニにかけてみる。じゃあ諦めとかじゃなくて、近いとこ、近ければ近い方がいいじゃん。本当に出ないな、ここのコンビニ。なんでだろう。出ないんだけど。一番近いとこ。ラブちゃんお茶ばっかりありがとう。チャリンチャリン。すいません、新商品ちょっとお尋ねしたいんですけど、ペヤングの極激辛カレー味ってありますか？はーい。はい。ああ、そうですか。わかりました。はい。あれだね。セブンイレブンやっぱ遅いね、今回ね。どこだっけな？あそこしかないな。なんだっけ？なんだっけ？最初にかけたの。ファミリーマートだね。ここしかないね。今んとこ。ファミマ。取り扱ってないというかね、入るのが遅いんだよね。そう、ローソン、ファミマの方が新商品はね。それで、またね、時間が微妙なんで、30分でいける？これでメンテナンス入るっつうんだから、9時まで待って。ちょっと、メンテナンス開けに行くわ。今ね、途中でだって切れちゃうもん、買いに行くときに。うん。あ、10時からね、10時から追加するメンテナンス。毎週するメンテナンスでしょ？そう、あと30分待ってちょっと。買いには行くけど。結局そうなるね。いや、そうですよ。そうですよ。そういうもんすよ。いや、多分5分、10分ぐらいで終わると思うよ。でもね、ワンチャンその、メンテ明けにね、鈴木さん。メンテ明けに、ね、もしかしたら、解除になってる可能性は高いですね。第一ステージは。メンテナンス明けに解除ってなれば一番ね、
いい感じ。明日ペヤングができると、ねえ、ペヤングは解除されるまではやんないんでね。そんぐらいのレベルのもんだから、ペヤングっつうのはな、結構大事。あんな激辛なんて特にね、死ぬ気で食べるからさ、いつさ、本当に解除されないと無理よ。いや、引っ張るとかじゃないよ。じゃ、食べてごらんよ、激辛とか。マジ辛い。ごく激辛はやばいからね、ほんとに。食えないぐらいのレベルだからね。前の、前回のね、ごく激辛もやばかったんで、ほんと。マジで、救急車レベルだよ、ほんとに。食えないよ、あれ。辛すぎて痛いんだから。ずーっと1時間、2時間ぐらいね、ピリ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 してね。口から火が出る感じね、痛い。痛くて食べれないって感じ。うん。野田さんが余裕つってた。野田さん食べたの？今食べた人はどんだけ？食べたの誰だ？石川さんとまなみんと、ふじみちゃんと、あと誰？平八って誰？ひどんなちゃん、なーぼー、あ、マティアスくんのね。うん。あ、でもそんなもんか。中村くんも食べてたの。ヤミーは多分まだやんないんじゃない？結構やんないよね、ヤミーね。ヤミーも結構伸ばすタイプ、ね。小町くんも食べてたん。で、完食したのは誰？完食。完食したの誰だ？善逸くんたちは完食したの？石川さん？マティアスくん？マティアスくんのお父さん結構辛いの得意だもんね。ヤミーも今日やるっつってた？なるほどね。いやいや、食べた後に吐くの分かる。だって毎回私も吐いてるもん。あの、ごく激辛食べると。そんぐらいのレベルでゲロ吐く。ゲロ吐くっていうか、一定からのマジな。それのレベルアップバージョンでしょ。いや、ワンチャン食えない可能性もあるよ。もう考えるだけで気持ち悪いもんだって。へへ。3秒の人もいた。ペヤングを。ワッタンが3秒なんだ。ワッタンはでもあれだよね。ナゲットもすごい。あの人こう、ナゲットさ、チキン、マックナゲットをね、こんな3つとかを一口で食べてるの、ぴゃっぴゃっぴゃって。普通は一口、ね、1個でも大変じゃん。でも3個同時にこうやって一口で食べちゃうからね、飲み込んでる感じ。いや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 。もう最強レベルであの人ね、普通にテレビとかでも出れそうな感じ。本当に。いや、噛まなくはないと思うけど、早いんじゃないの？顎の力とかね、多分ね。うん。じゃない？デスソースはね、でもね、そんなに辛くないよね、あれね。めちゃくちゃ辛いってわけじゃないの。デスソースは全然あの、舐めれるね。ペヤングの、ごく激辛、ごく激辛が一番辛いと思う、本当に。うん。あれは食べれない、本当に。滑舌やばいねって何？起きてますか？寝落ちしてんじゃないですか？何なんですかこれは。うるせえよって。起きてますか？大丈夫ですか？寝てる人はアイテム投げてくださいね。本当に異常だよ、この枠は。本当に。いや、つまんないじゃない。だからペヤングはやんないっつってんじゃん。話しか今日しないっつってるのにつまんないもクソもないでしょ。
本当に。じゃあもうここで終わってもいいよ、じゃん。プライベートで買いに行ってもいいよ、私。もうここで終わろうじゃん、もう。なんかもうやる気なくなった、マジで。復活だっつってるのにさ。なんか当たり前だと思ってちゃダメだよね、みんなね。当たり前だと。ねえ。すぐ慣れちゃうんだから。わかりました、じゃない。あ、お茶ばかりありがとう、チャリンチャリーン。いや、9時に終わりますよ、今日はね。9時に。9時に終わる。それでいいんでしょ？あ、10時だ、ごめんごめん。10時。10時に今日は終わるわ。で、明日ペヤングやるかやらないかちょっと考える。プライベートで買ってくるよ。こうやってね。言うんだかな。いや、やだやだじゃない。どっちなの？本当に。なんか、ツイキャスってそういうとこあるよね。なんか。なんか、YouTube の方がいいんじゃないかな。YouTube やろうかな。この後。だって復活なんだよ。今日一週間ぶりの配信なのにね。なんかそんな感じしないもんね、なんかね。一週間ぶりなんだよ。もう YouTube から一からやろうかな、またね。昔みたいに。コツコツ。なんかツイキャスには限界を感じたわ、私。やだ。また一から やり始めたんだね。モチベも上がるんだね、モチベもね。運営さん見てるよ、絶対に。だってさ、毎日なんかをしなきゃいけないとかね。なんで毎日なんかしなきゃいけない？私だってやりたくない日もあるよ。ね、それをやらない日もあんのにね。それを期待されても困るよ、毎日毎日ね。こんなに毎日やってる人いる？いないでしょ。それでね、じゃあやれやれ言うけどね、アイテムも飛ばない、コメントも流れないっつったらね、やる気なくなるよ、はっきり言ってね。そりゃそうだよ。なんかやるにもね、時間もかかる、お金もかかるんや。でしょ？それを見たいって言うんだったら、ね、じゃあそれは誰が出してんのっつったらね、今サポートしてくれてる人たちじゃないの、はっきり言って毎日ね。あ、こちらからやとチャリンチャリーン。かかるよ、だってペヤング買うのにも300円400円かかるだろ。なあ、ありがとうチャリンチャリーンって。なんかやれっていう人はだって何もしてくんないじゃんね。えそうじゃない、そういうことじゃん。なんかやれやれ言ってる人は絶対にしてくんないでしょ、私。そういうもんだっつうの。5日で20何万稼いだからいいよって。だってさ、ツイキャスだともっと稼げんだ、はっきり言って。少ないぐらいの、ね、ん？機嫌を取り戻して。いや、取り戻さない。もう、今日は終わりだから、9時で。予定通り9時で終わります。あ、10時ね。予定通り10時で終わり。復活しましたってご報告だけだ、今日はね。本当は5分で終わりたい。5分で。解除されました。おつじょりでいいんだよ、本当はな。いや、買いに行くけど。買いに行くけど。あ、お茶ばかりやつじゃねえんじゃねえ。もういい。おすすめ規制もかかんないし、もう毎日雑談してやるわ、マジで。ねえ。毎日毎日、しつこくしつこくね。溶けるまでは毎日雑談何もしない。決めました。毎日雑談してやるわ、4時間。え、それどうだ。
機嫌悪いの見たくない。これ今普通だけどね。機嫌は悪くないですけど。やる気が出ない。ペヤングも食いたくない。辛いものをわざわざね。溶けなきゃ何もしたくない。やさぐるじゃん。ほんまそういうとこを嫌いじゃん。見なきゃいいやん。星3つまでつけてね。わざわざコメントしなくてもいいんじゃないの？見たくないっつうんだったな。そうだよ。ねえ。そう。自業自得とか言ってるんだよ。お前の言葉そのまんまね、跳ね返るわ。自業自得とか言ってるんだな。大体ね、物を知らない人がそう自業自得とかね、なんだ、因果応報とか言うんだよ。頭悪いやつが。今日はご機嫌斜めじゃない。誰がご機嫌斜めにしたのよ。買いに行け、買いに行けとか何すんだよとかな。今日は復活しましたって最初からね、言ってんじゃん、それを。ペヤング食えばいいのか、今から。食うか？買いに行って食うか、ペヤングを。食えばいいのか？ねえ、それで明日休んでいいか？それでいいのか？命がけだっつってんじゃん、こっちは。具合悪くなんだから、絶対に。ひひひよじゃないでしょ。ひひひよじゃないでしょ。ひひひよじゃねえだろ。落ち着いてじゃない。どんだけペヤングが見たいのって感じだよね、本当にね。ねえ。ペヤング勢っているよね。やっぱね、ペヤングだけ見たい人っつうのね。ペヤング面白い。そんな毎週毎週なんか変な新商品出てね。じゃコーラだってやったけど全然あれじゃん。なんかボロクソ言われたじゃん、コーラの時も。1リットルね、飲んでもなんかボロクソ言われんのも嫌だよ、こっちは体張ってんのにさ。ねえ、ゲロゲロ、一日ゲロゲロしたのにね、お腹まで下したのに。そうっすよ。ペヤングはもういい？もういいって言うとね、やりたくなっちゃうんだよな。そう言われるとやろうかなってなんだよな。やれって言われるとね、やりたくなんないけど。そう。じゃあ、やんないでって言われるとね、やりたくなっちゃうんだよな。めんどくさ。ただ、今日は本当にやんないよ。今日はちょっと出方を見てね、運営さんのね。ねえ。運営さんにメールしたんだな、ちゃんとね。その運営さんの出方によって、スケジュールも全部変えなきゃいけないしね。全部今まで考えてた予定も、変更しなきゃいけないと。だってさ、このまんまね、おすすめ規制、一生おすすめ規制がかかる可能性もあんだよ。ねえ。永久おすすめ規制っていうのもあんだからさ、なかなか金前さんとかそうでしょ？そしたら、もう他の配信サイトに行くしかないよね、私だってね。食わなきゃいけないんだから。でしょ？だそこがはっきりしないから、ちょっと、もやもやすんだよ。だ今日は一日様子見って感じだよね、ほんとね。まだ溶けてないんだから。一生おすすめ規制でお願いします。規制中は、まあ、閲覧はそんな変わんないけど、新規が入ってこないってことはもう潰れるしかないし、お店もそうじゃん。食べ物屋さんでね、ねえ、新規の客が入ってこなきゃ常連でやってたら売り上げも上がんない。あとは潰れるだけじゃん。まあ、常連だけでやってるね、
中には老舗のお店もありますけど、一元さんが入ってこないってことはね、そうだよ。うん。今日は7000人いる。今日は、だからツイキャスト久しぶりに戻ってきたからでしょ？うん。そういうこと。ね、今日は久しぶりに戻ってきたから、久しぶりに見に来た人が多いんじゃないの？ね、だから運営さんお願い、このメンテナンス中にツイキャスやりたいのにやれないっつうな。ねえ、ムーブメント起こせない、時には起こせよムーブメント。ね、がっかりさせない、がっかりばっかりだからやらんなよってね、がっかりいっぱいがっかりで1週間解けないといつまで解けんのってね、おいらを捨てるよ、私を捨ててよってね、どっちを捨てるのってね。いっぱいがっかりだよ。なお願いを見てたら鈴木さん、いっぱい貢献してると思うけどね、ツイキャス宣伝してさ、うちの親まで見てんだよ。ねえ、家族まで見始めちゃってね、店のね、女の子、従業員の方たちも見始めちゃってね。ねえ、ふじみちゃんに会えて爆投げしちゃったりとかさ、いろいろありましたよ。で、同級生の友達もね、ツイキャスで再開して、ねえ、ツイキャスの配信者になった人もたくさんいるんだよ、私からね。ねえ、一言ね、配信すればと先輩のお釜に言ったらね、配信を始めて3年4年でね、全国ニュースになった方もいらっしゃいますよ。ねえ、ツイキャスってそういうとこがいいじゃん。ん？そういうの、コミュニケーションというか、ねえ、そうですよ、バイブスってやつ？バイブス。バイブス。ね、ツイキャスバイブス。ね。なんで規制食らったの？自分はね、その話をしてもしょうがなくない？ね、だって私は1週間というペナルティを受けてんのに、ね、日本人の悪いとこそこじゃない？ね、謝ったりとかね、反省してんのにもっと謝れよとかね、態度がなってないとか、本当にね、本当にそう思ってんのかとか言うじゃん、日本人って。ね、土下座しろとかね。ね、日本人ぐらいでそんなこと言うの。だってペナルティは私受けてない、1週間配信できなかったのよね。うん。それが反省じゃないの、1週間できないってことが。そうじゃない。ね、できることができなくなってんだから。いつも携帯の画像をポロッと見せてばんだから、みんなに見せたかったんだよ。な、見せたい画像があったんだけど、横に、足のな、おちんぽがあったんだよ。たまたまね。そのちんぽを忘れてたんだよ、私な。スクショを撮るときにちんぽ映らないようにスクショを撮ればよかったんだよ。テレビ電話で。テレビ電話でイケメンと出会ったからね。ねえ、スクショして明日みんなに見せてあげようと思ったら、私のチンポをね、丸出しで、ね、シコシコしてるとこ映ってんだよ。いや、事故だよ、事故。なんでチンコ取ったの？だからそのイケメンのトルコ人をみんなに見せたかったのよ。こんなね、明日のネタになるかなと思って、本当にネタになっちゃったじゃん。ねえ、ある意味ネタになっただろう。ねえ、この一週間。ねえ、事故なら何でも、だって人を殺したわけじゃないんだよ。こんな言い方をするけどね。私は別に人を刺して殺したわけでもない。万引きしたわけでもない。窃盗を犯したわけでもない。ねえ。なん、ねえ。ただ、このツイキャスってアプリの中の規約違反を犯しただけでしょ？それでバンになりましたよ。そ
そういう思考。なんだのこれ、頭おかしいんじゃない、さっきからこの女。食うとか言うの。なんか、気に障るね、この言い方ね。なんとかでしょ、なんとかだから。で、みたいなさ。絶対そういう女だよね、これね。食うとか言うの。まあ、みたいな。あなたが、やったからいけないんじゃないんですかみたいなさ。なんか、ザマスみたいな。やつ当たりない。土星論じゃねえよ、お前は。アキナはな。男んとこ入り浸って。おまんこ姉さんや、お前なんて。ねえ。あ、ねえ、イケメンのとこでさ、なんか可愛こぶってコメントしててね。で、ツイッターかなんかはね、彼氏ができましたみたいなさ、あのね、ねえ、手握り合ってるツイッターとかしちゃってさ、だからって感じよ、あんたの方がな。そんなに幸せだったら男の枠なんかに入り浸んないんだろ、はっきり言って。な、満足してねえんだよ、おめえは。よ、ね、現実満足してねえからイケメンとこに入り浸ってんだよ。現実逃避してるだけだよ。それはあんたって黒いよ黒いよ今日。だヨギママだってそうだよ、はっきり言ってね。あたし奈々ちゃんともうしばらく距離を置くわとか言ってね、あれからね1ヶ月も経たないのにね、縁切るわとか言ってたくせにさ、ね、何ってその言葉は。あんだけ心配してね、ヨギちゃんのこと。それ何、なんか当たり前みたいにコメント書いてんの。え、それもおかしいんだっつってんだよ。ねえ、私ちょっと距離を置くわとかね、しばらく連絡とかもやめてるからとかね、1週間何回 LINE 来てんだよ。やつさ、うまい。パカッピーとか言ってんの。なんで私やるんだよ、ギリギリとかね、パカッパカッとか言ってさ。で、私がバンになったの、毎朝、張り切って、ね、配信始めちゃってさ、うん、それで配信つけたらね、みんな来るかなと思ったらね、閲覧二桁ですか、うん、それで聞いちゃってんのかな、ヨギちゃん。私、やっぱり、配信って向いてないのかしら、とかさ。やめなさい、とか。明日復活するの。うん。二桁もいるのすごいっしょ。二桁なんて一日で取れるわ。ね。一日初めましてっていう人でも二桁いくわ。な。ね。相当ね、相当下手くそなんだよ。ね、ワンチャンちょっと奇跡を起きれば初日で100人来るわ。ごわん。性格悪い。ボンジョリに売名した。ヨギママ売名とかでね、もうお友達だけどさ。まあ、いつもね、その LINE には助けられてますけどね。なんかあった時にね。はーいしか返さないけど、私はさ。はーいとか、了解とかね、またねーとかさ。心配してんのよ、ゆうまま。どんぐらい心配してんの、私のこと。んーねえ。当たり前の、だから名前が投げっつってんだよ、おめえは。チカチカすんだよ、お前の名前はな。よぎママ、よっちゃんこあらなんたら、女装娘はぬけじじいみたいな。あだ名はチャッキーですみたいな名前ね。ちょっとさ、そのさ、案があるんだけど、ヨギママの名前をヨギママに したらどう？なんとかヨッチャンコアラとかいらないよね。もうヨギママストレートの方が私はずっといいなと思ってんだよな。だってさ、なんてよ、ねえ、みんなヨギママって呼んでんのに、その長い名前っていらないよね、はっきり言ってね。そうじゃん。そこをヨギママってもうスポンってすれば、なんか、ねえ、
そうだね。なんで、ヨギママっていう存在を知ってて、ヨギママなんとかヨッちゃんコアラっていう名前もあると思うんだよね、多分ね。うん。ヨギママの方がバーンとインパクトあるよね。あ、ヨギママな、みたいなね。なんでコアラ、自分でコアラに似てるって言うけど、壊れたおもちゃにしか見えないんだよね、私ね。あと、ヨギちゃんちゃんちゃん、キリキリ、プシッ、プシッ、チョキでいく。おーとかさボロクスでコアラに似てるっつって自分のイメージキャラクターみたいなコアラにしてんだよね。で私で言うとホクロみたいな感じで、ね、イメージング戦略を戦略をねそうだよ。はあ本当にいや、なっちゃん、今日は喜怒哀楽激しいな。悲しくなってきちゃった。はあ、メンテナンス中に鈴木さん。お願いってね。お願いします。ツイキャスってね。もうね。お願いします。ね。メンテ開けたらな。メンテ開けたら本当に。やる気出んだけどな。もっともっとツイキャスで輝ける。もう飲んじゃう。ね、煎じて飲むわ。ね、苦い薬も煎じて飲むわ。反省してんだけどな。わかんないかな。この画面の大きさがあれなのかな。画面の大きさであれかな、生意気とか言われるのかな、これでね。これもちっちゃくしちゃおうかな。これでこれキューッとね、キューッと鈴木さんここにね、ここに当て込んでこうね、鈴木さんこれお話ししとこうかな。鈴木さん、あ、なんかダメだ。萌えが見えないとダメだね。萌えが見えて、そうね、この横ぐらいでね、喋ってる感じがいいよね。ここぐらいね。萌えと一緒。ね、いつも一緒。サイズが一緒。ここに重なってる私はこうやってね、萌えと一緒にね。ね、私の手のひらの上には萌えがいて、上にはね、私はここのね、下にいるとこうね、こういう風にね。で、これは私と一心同体。もう一度ね、こうやってね。で、私が、おすすめ規制かかるとこうなっちゃう。ね、ガタガタガタってね、こうだったのに、こうやって毎日こうだったね、これがガタ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 ってね、今ね、もういいから離れてっちゃってる。気持ちがね。これをね、今ね、近づいてるとこでメンテ開けて、ね、もういいが、対応してくれれば上がってくる、だんだん。それでね、こうやってね、重なって、ここの萌えと一緒に生きていく。こうね。それで萌えの中に私はいるんだよっていうのね。ここにいるんだよってね。一緒。わーいって楽しいなーって、焼き鳥ーってね。ピーチクパーチクパッパッパーみたいな、こうやって、やんちゃ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 んみたいな。鳥おつ？もうペヤン買いに行くわ、ちょっとね。この後買いに行きます、もうしょうがない。溶けるまでやるわ。メンテ終わったらペヤング買いに行きます。ご飯も食べます。もうグダグダ言ってもしょうがない。溶けた時はラッキー。溶けなかったらまあいつも通り行く。お願い、本当に、お願い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 。
すいませんでした。すいません。申し訳ない。すいません。すいません。すいません。本当にごめんなさい。すいません。頑張る、頑張る、頑張る。ごめん。ごめん。ごめん。こんにちは。よいしょ。なんかやらしい音楽が流れてる。あーないかな。ないね。前バスはないっす。じゃジャズでもさ、この系のジャズはちょっとやらしいよね。ナイトジャズの方だから、クラシックとかだと結構テンポいいんだけど、ナイト系はなんかムーディーな感じなんだよね。じゃなななんちゃ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 んとかね。あ、ビレッジヴァンガードはね、あったよ、近くに。この間、行ったよね、私ね。ファミマどこなの本当に。嘘でしょ ?5 分どころじゃないじゃん。またローソンがあるよ。ファミマじゃないじゃん、ローソンだよ。ちょっとナビ見てみるね。あ、でも近くだな、もう。ローソンある。ちょっとローソン見てく。ローソンナビはね、合ってる合ってる。でもね、ファミマの看板が全く出てこない。あ、OK も見つけた。 OK。 今ね、1時間歩いてるかな。1時間何気に。でも家から配信したから30分ぐらいかな、ちょうどね。今ね、歩数計がですね、でもそんな歩いてない、3878歩だ今。駅前にローソンなんだけど、ファミリーマートじゃないんだけど、ここ駅ね。駅今到着したけど、ちょっとここ見てみようか。ワンチャン、ワンチャンこうだよね。ポテト味とか、これ食べてなかったの、そういえば。これレアだよね。あんまり美味しそうじゃないけど。ポテト。それ買おうじゃない。なんか絶対まずそうだよね。ちょっと待って、本当に。どこ？こっちだね。駅の方じゃない。こっち。反対側だ。毎回毎回さ、こうやってペヤング探すのも嫌なんだけど、本当に。ねえ。もう定期コースみたいなの頼みたいんだけど、ペヤングのさ、新商品出たら、家に送られてくるとかね。月1万円ぐらいでさ、会員になって、もう定期コース。配信者みんな入るっしょ、その。案件じゃなくて自分たちでお金払うのよ、私たちもね。払うから送ってよって感じ。金払うから、リスナーさん、あれ若い男の子だよ。めっちゃ探してる。怪しい。顔見てたよ。あ、って言いながらも目的地は左側です。あった。お疲れ様でした。あった。
絡み回った。どれ、朝ごはんもかも。あ、すごい面白い店ここ。あったあったあった、これね、やば、なんかもう絵がやばそうだね。これだよね。2つ買っとく。今日は練習でこっち食べようかな。超大盛り。とりあえず練習でね。なんかペヤング食べたいな、久しぶりに。今日今ね、朝ごはんこれにしようかなって。ポテトはちっちゃすぎて嫌なんだよ。あれ量少ないんだよ、これって、このサイズって。でもサンドイッチも美味しそう。うまそうなのいっぱいあるね。家じゃないよ、家のやつはもう食べちゃった。外で食うよ、ペヤング練習でね、明日の練習のために。明日の練習のために今食べるね。これ美味しそう。コーンマヨネーズ寿司だって。ファミリーマートも面白いね。でも和風の方がいいな、和風。あ、これ美味しいんだよ、これ鶏五目。これでいいんじゃない。あと飲み物だね、飲み物。飲み物は水にしよっか。普通のサイズのペヤングじゃないよ、これ超大盛り。まあ中ぐらいかな。ギガマックスよりちっちゃいって感じ。大盛りよりちっちゃいって感じ。大盛りより大きい。これはね、カロリーが1000キロカロリー。いや、サンドイッチは食いすぎだろ、これ。おにぎりと。でも明日の練習だから食べた方がいいかな、もっと。ね、サンドイッチ美味しそうね。サンドイッチもうまそうね。一個だけ食べても大丈夫かな。大食いじゃなくて胃袋の調整ね。胃袋を調整しないと。これでいいや。チーズで。あと公共料金も一緒にね。はい、よいしょ。もうお願いします。はい。あ、入れてください。こちらご一緒ですか。はい、一緒でお願いします。ありがとうございます。では2件で終わっております。収納サービスの受付を開始します。こちら2件のお会計は、こちら2件の合計は4134円でございます。はい、皆さんよろしければお気をつけください。控えの中で合計で5425円でございます。はい、ちょうどあるかな。5円はあるね。これってお湯って借りれますか。はい、あちらに行こうと思います。はい、入れちゃっても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、お箸もつけてください。1膳に、はい、1膳大丈夫ですか。はい、失礼します。ではまずこちらを説明
失礼します。1番とご用意お待ちいたします。収納サービスのお支払いがありました。お先に必ずレシートをお受け取りください。1000、3000、4000円と550円のお返しでございます。どうぞお待ちくださいませ。え、お湯を、お湯って、あ、ごめんなさい。あ、すみません、はい。あ、そのままで、はい。はい、すみません。え、お湯を借りるって言うよね。お風呂とかもそうじゃ、お湯借りますって言うよね。お湯は借りるでしょ。お湯お湯借りますって言うよ。いや、方言じゃないと思うよ。全国区だと思うよ。お湯いただきますとかね、借りますって言うよね。友達ん家とかでも言わない？お湯貸してって。あれ、これ方言なのかな。おいしょ。じゃあこっちでね、今日は練習でこっちね。明日食べるんで、極激辛からこちら練習で今日はこっち、ペヤング慣れしとかないとさね、ペヤング慣れ。いやね、このね、ペヤングは思い出があんね。ホームレスの時によく食べてたんね、お金入ると。お腹いっぱいになれるし、私の大好物だと思う。未だにね、好きなんで、この超大盛り。大好物。これをお湯を入れるんでしょ？電話かかってきた。電話だよね、これね。しまって、外で食べよう。お湯は排水口とかにすればいいんじゃない？こういうとこ、だいたいこういうとこで寝捨てちゃうけど。ベンチがない、この駅。そうでしょ。全くもってベンチがないんだけど、椅子っていうか。暑い、暑い。ちょ、タクシー乗ろっかな、家帰ろっかな、このままワンチャン間に合うかな。ベンチが食べるとこ、もう起きる。だってベンチがないんだもん。だって座る場所が、あー、立ち食いはやだね。これベンチかな、これ、この石みたいの。ここにね、これさ、木のとこにさ、お湯捨てたら怒られるかな、これ。枯れちゃうかな、木。そ
それはダメ。じゃあ排水口の方がいいかな。排水口の方がいい。もう良さげだね。ちょっと待って、カバンを置いて返してに行こう。いや、流して固めが好きなんで、ね、固めが排水口、排水口、あ、これ排水口かな。でも量少な、思った感じ。分かる、あのペタマックス食べちゃったからね、全然少なく感じる。4分の1だもん。よし、あ、いい匂い、ペヤングのいい匂いがする。麦っていうか、おいしょ、この台をお借りしようね、こうね。よいしょ、よいしょ、早食いはしない。ちょっと慣らしね、今日は普通にご飯食べるね。明日は早食いするけど、今日は慣らし、練習ね。アングルが何？おかしい？今日はその慣らし、慣らし。なんかすぐ冷めちゃいそう、外だから。このカスがね、あれなんだよね、ペヤングはね、これが美味しいんだよ、このカスが。めっちゃうまいね。で、なんかふりかけみたいのもあんだよね。ふりかけみたいな、あとおにぎり、ツナ和風ツナマヨ、4種類のチーズサンド、あと鶏五目、おにぎりの、こちらをいただきます。いや、明日は勝負だから、ガチで胃をやんないと、マジで。私前日は必ずね、大食いをしたい、大食いの前は大食いするし、早食いの前はちゃんと食べたりとかね、慣らしをするんですよ。そうしなきゃ食べれないんで、そう。あと水をたくさん飲んだりとかね、水をもう1リットルガーって練習で飲んだりとかな、ね、これソース入れてきます。これがね、なんか少ないような感じがすんでね、いつもね。じゃーっとね、家あるんだから帰る。いや、このまんま帰ってもいいよ、ただ外で食べた方が気持ちいいじゃん、お家の中ぬくぬくしてるように。やだー、いっぱい集まっちゃう。やだ、目の前ポッポが、ポッポが狙い入ってる、私のご飯を。めっちゃ狙ってる。
ポッポちゃん。モテモテだね。あら？え？あら？あったあったあった。このあれだね、ファミリーマートは丸いお箸なんだね、このね。なんか丸箸みたいの。ツルツルしてる。いただきまーす。奈良市ね、今日練習。練習で、別に早食いもしないから、ね、普通に食べるだけだからね。なんかでも量少なく感じるよね、あのペタマックス食べてから。なんか一口二口でいけさえそうな、なんか少なく感じる本当に。でこれ結構ね1000キロカロリーだから量多いんでね、実はねペタマックスは4000キロカロリーだけど、マヨネーズかけにいただきます。おいしい。久しぶりにペヤングうまっ。このツナ&マヨネーズで一緒に和風ツナマヨってこたつじゃない、外だよこれ。ちなみにリアルビジョン見てみる、私どうやって食べてるか。今リアルビジョンで見せてあげるよ、どんな感じになってるかね、配信というものはどういう風に頑張ってるか。ねね、ほらこれ量が少ないでしょ、量が。ツナマヨも、ツナマヨも和風のやつだと美味しいよね。リアルビジョンどう？リアルビジョンはどうすか？なんでもありだろうって感じ。こんだけ集中をしてるってことだから事故も多いってことでね。そう、鈴木さん、こんな格好でね、外で飯食ってんだが、みんなを盛り上げるためにね。こういうことですよ、配信者っていうのは。ね。おにぎり。髪の毛にペヤングがついてる、どこに？こうやろうか。おいしい。このおにぎりとの組み合わせ、だから早食いとか大食いじゃなくて普通に食べるとうめえんだよな。ただ企画で早食いとかすると、大食いすると嫌になるんで、もう食べたくなくなっちゃうんだよ。うん、普通に食べると美味しいね。あ、お茶ばかりありがとう。チャリンチャリン。今ね、鳩ね、5匹ぐらい集まってきちゃって、もう狙ってる。狙われてる。めっちゃ狙われてる。すんげえ人通り多いし、ここ駅の目の前だから。見てはいるんだけど、一回目を合わせたらもう二度と目を合わせてくんだよね。でも多分ね、今歩いてる人たちより私稼いでると思うよ、ぶっちゃけ。ね、そのバカにした目してるけど、この人たちよりは稼いでるよ。ホームレスに見えるけども、うん、これ鶏五目めっちゃお腹空いてた。このさ、ファミリーマートの鶏五目うまいよね。
これもう中学校ぐらいから食べてんだけど、だいたいツナマヨと鶏ごもくのセットをおにぎり買うときはファミマだとね。やだもうポンポやだ、めっちゃ近くにいる。ポッポあやだ、いや水こぼれちゃった。半分なくなっちゃった水が。やっぱボソボソだね、ペヤングってね。あったかいうちはいいんだけど、乾いてくるとボソボソになるね、これね。これがペヤングって感じ。そう。あー、また、もうやだ、やこぼしちゃった、またもう。何回目。これをこっちにした方がいいんだよね、利き腕じゃない方に。じゃあ私癖なんで、こうやってこっち側を見てないんで、利き腕の方の左手、逆手は見てんだよね、結構ね。こっちはね、視界っていうかね、全然見てないでしょ。ペヤングは好きか嫌いか分かれる。私は好き、の安っちい味。UFO とか、あるじゃん、まるちゃんのやつとか、焼きそば弁当とかさ、ああいうのはあんま好きじゃない。うん。一平ちゃんはね、からしのソースがいいんだよ。からしマヨがね、あのソースがめっちゃうまいよね。なんかあのソースだけ売ってほしいよ、ほんとに。あれをペヤングにつけたら最高だね、たぶんあのソースをね。からしマヨビーム。うん。まあ、お腹すぎ、でもなんかもうそろそろお腹いっぱいになってきた。半分でダメかも。さすが1000キロカロリーだね。1000キロカロリー。まあ、今日はトレーニングなんで、ペヤングになれるっていうね、明日のための。明日のやつは今こんなちっちゃいんだよ。だから2分の1サイズ的にはね。ねえ。少ないんだよ。量は少ないんだけど辛いんだよね。多分。なんでいつもご飯を少なめにしないか？いっぱい食べたいから。残ってもいいからいっぱい食べたい。いっぱい食べたいの、ご飯は。少ないと嫌なの。あ、足りないなとかね。あ、ちょっと何、腹8分目っていうのが何、いっぱい食べたいの私。そう、欲張り欲張りな。ちょっとまだ いけるかな、これ。4種のチーズサンド、今おにぎり2個食っちゃってるんだけど、やめた方がいいかな。300キロカロリーあるよ。300の300の250の200だから、234456、これだけで750だ。1750キロカロリー全部食べたな。1750キロカロリー、
1日分だね、1日分。え？取りすぎ？だこれを食べなきゃ1200キロカロリーぐらい。でそんな変わんないよね。1700キロカロリーと1200キロカロリー。でもね、もうね、焼きそばがね、もうあとちょっとなの、意外と食えるこれ。ベタマックスを完食してるからね、全然いけちゃうねこれ。不思議、足りないぐらいだもんなこれ。いけるいける。ああもう冷たくなっちゃってる。ペヤング冷たくなったらあんま美味しくないな。もっと食べよう。食べちゃおう。せっかくだし。やけ食いやけ食い。明日のトレーニング、明日は絶対何も食べれなくなっちゃうから。ん？すごい、いっぱい入ってる、4種類のチーズ。うまっ。すごいね、クリームチーズがすんごいでっかいのが入ってる。おいしい。あ、ちょっとやばいかも。やっぱやめよう。これお持ち帰り。美味しいけど。一個だけ食べようかな。これは一個だけ。あー、でもな。一個だけお持ち帰りしよう。こんぐらいはいけるわ。半分はいける。いや、めっちゃうまい、これ。でさ、ホームレスはホームレス言うけど、こんな綺麗なホームレスいないよね。いないっしょ。こんなみんなに整ってても。みんなヒゲボーボーとかじゃん、ホームレス。中には綺麗なホームレスもいるけどね、なんちゃってホームレスは。ネットカフェ難民みたいな。あー、なんかやっぱ焼きそばが足んないね。もう一個買ってこようかな。なんか足んない感じがする。もうちょっとペヤング食べたいって感じ。メインはこっちだったんだけどね。お腹がいっぱいになるんだけど、ペヤングがもっと食べたいみたいな。ペヤングが足りないって感じ。ベタマックスを食べちゃってるから、なんか物足りないんだよ。この匂いを嗅ぐとね、あそこまで行きたいみたいな。もんなんつうの、シャブ中と一緒で一回薬やってさ、ね、決めセクするじゃん。そうするとやめらんなくなっちゃうでしょ。あの感覚を取り戻したいみたいな。で、普通のセックスが物足りなくなっちゃうんだよね。それと一緒だから、ペタマックスで決めちゃって、今これが物足んないみたいな普通に感じる。そう、例えな。そうなんだよ。だってさ、決めセクだと何回もいけんだよ。何回も何回も。え、我慢すればまたシューって収まってね、それまたできるんだから。何回も、男の人でも。で、溜めれば溜めるほどバーってね、すごいね、開放的になるんだよね。ドバーってすっごい出るんだよ。お口で。ごちそうさま。美味しかった。あー、やばい、お腹。
ば、パンパン。やばい、カチカチ。大食いした後ってね、柔らかくないのに硬くなるんだよね、お腹が。ブニブニじゃないんだよ、ここに中に入ってるからカチカチになるんだよ。だから痩せるデブは柔らかいお腹なんだよ、痩せないデブはお腹はもうカチカチになっちゃってるね。それがデブの違い、痩せるデブと痩せない。私はブリブリだから痩せるデブ、わかるでしょ。練習になったかな、明日のための。うね、ちょっと練習になったでしょ。今日痩せて見える。でも顔は細くなったよね、体重は変わってないんだけど顔はすっきりしてるよね、むくんでないっていうか。昨日あのエッチしたのが良かったんだよな、26歳のシュッと。じゃ前の画像と比べてごらんね、半年前の私の顔と比べても、もう明らかに顔変わってるからね。シュッと待って、前はもう20顎とか30顎みたいな、本当にそこ吸っていいの、大丈夫、喫煙所ここ、目の前は。満足ラップやろうと、なんとかブスなんだっけ、ブリンあれみたいになんだっけ、ブナマヨだっけ、あの人毎日やってるよね、満足ラップね。ブナマヨか、ブナマヨちゃんね、うん、ブナマヨハートね。あの人さ、なんかブスなんだけどさ、可愛くぶってんじゃん、だからダメなんだよね。じゃあ私女には厳しいんだよ、女の配信者の中にまだね、可愛さが取れてないんだ、だからダメなの、垢抜けないっていうかね。センスはあるんだけど、あのね、もっとね、妖怪みたいになった方がいいよ、ツイキャス。別に配信上は妖怪でさ、プライベートで可愛くぶればいい。まあ愛嬌はあるけどね、うん、結構見てるよ私、ブナマヨちゃん。最近はなんかツイキャスはほら、また新しい人出てきたじゃんね、ね、ブナマヨちゃんといい、モスコちゃんといいね、あと小町くんとか、なんかいい実在がいっぱい出てきてるね今ね。ユリアちゃんもそうでしょ、ユリアちゃんも出てきたんだ。だからナーボーと絡んだ人は結構あれよね、いい素材が多いよね、うん、ナーボーに売名とかする人は結構あの いい配信者が育つような気がする。うん、アゲチンっていうかね、う上手なんでナーボーがやっぱりね、売名になるじゃん。ユリアちゃんは面白くない、まあね、見たいもの怖さだもんね今はね、ユリアちゃんは。ただ、ね、人は集まってんじゃん。あんたと絡んだ人みんな消えてくね、私はダメなんだよそういうの、人を育てることができないのよ。そうだからもうピンモノだよ、ピンモノ、ワンピンって感じ、大体ダメだよね。なんか眠くなっちゃった、ここで寝よっかな、眠くなっちゃった。
ニート最高。仕事してないって最高だわ。毎日こんな自由ってやつは楽しいもんだぜ。なんて素敵な世の中だろう。フォー。自由ってやつは楽しいもんだぜ。なんて素敵な世の中だろう。フォー。いいんで見ないっつも、私の方が稼いでんだから、どうぞ見てくださいっつんだよ。バカにしろっつんだよ。いいですよ、バカにしても。死ねってない。鈴木さん見ないっつさ困るね。鈴木さんごめんね。鈴木さんすいません。これはパフォーマンスね。いつもこんな人じゃないって分かるよね、鈴木さんね。もう株式会社のね、こんな迷惑なことやってるけど、いつもはおとなしいってこと分かってください。このパフォーマンスね。おすすめ。いいんだよ、ビビってなくていいんだよ。ビビったらつまんねえんだよ、配信なんて。攻めの姿勢でいいんだよ。攻めて攻めて攻めまくって。ねえ、見てる方もつまんないでしょ。なんかこう抑制してる感じ、我慢してる私なんてね。なんかこうね。自由ってやつは楽しいもんだぜ。なんて素敵な世の中だろう。ファウ。チャンチャラなんだんだん。チャンチャラなんだんだん。チャンチャラランタンタン、チャンチャラランタン、ホウホウ。すいません。笑って、ほら、笑ってくれたじゃん、おじいちゃん。ねえ、私は今日ね、何人の人を笑わせたのって。私があげたプレゼントを受け取った人はたくさん、牧原の歌であるじゃん。僕が一番大事なものはあれだよ。え、この道にね、落ちてるものを拾おうとしたけど他の人が拾っちゃったと。でもね、それはありがとうってね、拾ってありがとうってね、笑顔になったと。私はそういう、その笑顔を見て、それが一番の素敵な贈り物だと。それを見つけたんだと。そういうことでしょ。あの歌めっちゃいい歌なの。僕が一番なんとかって歌めっちゃ泣けるよ。すごい歌、もうすごい純粋な歌。こんな素敵な歌ってあるんだっていう歌だよね。うん、歌ってみて。歌詞は出てくるんだけどね。歌詞は出てくるんだけど、メロディーが出てこないな。サビが出てこないの、サビが。どんな時もじゃないんだよ。ちょっとサビの歌詞を書いてみて。サビの歌詞を見れば思い出すかもしんない。じゃあ、自由ってやつは、歌がすごいんだよね。それがね、僕があげたものでたくさんの、僕があげたものでたくさんのじゃないね。僕が
なんだっけな。僕が揚げたものでたくさんのじゃないね。千の風になってじゃないでしょ。なんだっけ忘れちゃった。なんだきっと。きっとまた。きっとまたこの探してみれば。じゃあ遠く遠く離れていてもじゃないよ。カラオケ。カラオケボックスあんのかね、ここあんのかな。ああなさそうじゃない、この駅。カラオケ別に行ってもいいけど、あんのかな。